どうも、はしご酒第3弾です。おお、3弾目、はい、いいっすね。今日のメンバー多いですよ。確かに多いっすね。どうぞ、お願いします。逆にね。あれ、ちょっと待って、さっきとこは、あ、さっきとこは、確かに確かに。ちょっと待って、遅刻ですね。あ、ホストはやっぱ遅刻するか。遅刻してからがね、やっぱこれっぽいっす、ね、あ、これ、あ、あ、来た。来ました、来ました、来ました。来ました。おはようございます。あ、来ましたね。あ、早かったです。ちょうどよかった、ちょうどよかった。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、これ合わせて計6人ですよね。すごいメンツ。今までで一番多いですよね。めっちゃ多いな。イケメン、イケメン度高いの。ね。イケメン。いやいや、そうなんです。まあまあ、出るから。ということで、寒いんで入っていきましょう。はい。今日は四ツ谷、ね、新宿区四ツ谷、おえ、四ツ谷結構飲み屋栄えてますよね。栄えてる、昔ながらのみたいな。荒木町とか結構有名ですね。にしてもちょっと完全に服装間違えました、これ。行きましょう。はい、わーい、楽しみ。今は重いって書いてあるけど、本当に重いわ。はい、ということで始まりました。ですね、皆さん当然1回目2回目見てもらってるのかな。はい、もちろんです。本音でということで。いや、そうですね、まあ、1つは爆弾を落とそうねっていう企画になってます。楽しみですね。でも酒の強さでいうとやっぱさっきとかは強いのかな。いや、僕よく人並みですよ。人並み、強いっていうイメージ持たれがちですけど、人並みぐらいです。ホストってもうね、いやいやいや、これ僕以前あのちょっとみくるさんと飲ませていただいた時に、みくるさんにボコボコにテキーラで殺されたんで、あ、そうか、はい、全然全然人並みです。いや、ビックは酔わないんですよ。本当に変わらないですよね。今後も今日連れてきたり、お酒のお酒強いプロフェッショナルです。プロフェッショナルって見てるんで。めちゃめちゃ弱い。いや、あの、酔ってからがすごい面白いです。楽しみ。もう普段全く喋らないんですけど、酔ってからはもう一人でずっと喋るんで。それは神回になるかもしれない。ハードル上げられましたね。結構シャイな性格なのね。なんか酒に酔ってめっちゃ喋る人はシャイで人見知りまっていうのは、うちのトリオ君もね。ちょ、もう、俺はもう家そっちで盛り上がってるから、俺のことめちゃ強いですから。フランドでいくらトリオ君は酒強いんですか。いや、僕はめっちゃ弱いですね。はい、もう僕ビールいっぱい飲んだらすぐ乾かくなるんで。意外、はい、意外です。え、じゃあみんな弱いかいってことみんな弱いのか。いや、12時になったら帰っちゃう。僕は飲めないです。飲めない、あ、飲めないわけじゃない、あ、もう飲まないです。飲まない、はい、すみません、生ビールを。え、でもビールは一発でいけるんですか。あ、そうかな、男だな。じゃあ、すみません、お願いします。乾杯。乾杯。お願いします。乾杯。お願いします。すごいね。こんなのちっちゃいね。インスタ映えじゃないの。結構僕初酒っす。今年。今年初酒。はい、美味しい。割と。僕と減量もあったのと、あとこの間あの試合で、頭打っちゃったんで。はい、それであんま飲んでなかったんですよ。なんか今回。で、さっきの分で普段何の仕事してるんですか。僕は今はホストを、自分の店でホストを経営しているのと、あとバー2店舗と、あとエステサロンと。あ、じゃあもうプレイヤーとして出てるんですか。あ、もうやってないです。はい。あ、そうなんだ。自分で今、経営、運営の方で、はい、やらせてもらってます。バチバチの成功者です。いやいや、全然、もう、みくるさんのあのブレイキングダウンに出たおかげですから。27歳27です。みんな年は、じゃあテレコ同い年。うん、そうですね、はい。で、富澤君は僕と彼が26です。28でした。間違えた。28でした。結構近いと。3人は。そうですね、ここ近いですね。結構、さきとくんもてるくんも普段から意外と僕、喋るメンバーなんで。嬉しいです。あんまり普段交流とかないんですけど。よかったです。嬉しい。最近一緒なんじゃない。同じですね、はい。あの、さきとくんとやることはないんですよ。大事だっすよね。いや、本当に。え、それどういう意味、どういう意味でこれで十分です。おい、まあ、僕やりたくないけどね。てか、3人全員負けちゃうか、お前ら。まず、僕は濃厚です。ありがとうございます、濃厚です。サギト君のことを
なんか X でつぶやいちゃってて、僕どうですか、はい、超気まずかったんですよ。なんで違いですか。あ、僕のなんか悪口かなんかみたいな感じ。いや、悪口っていうか僕、レオ君のファンなんで。あ、用語ツイートみたいな。今回なんかそのレオ君のあの試合の件でいろんな選手の方がこうレオを擁護した感じのツイートとかあったじゃないですか。全く気にしないですよね。あ、そうですね、やられてないですもんね。なんかちょこちょこあったんですよね。僕のその記憶なくなったのが、あのなんだっけ、あの演技だろみたいなとか言ったりしてくれる、言ったりしてくれるやつじゃないですか。青沢くんとか。それは YouTube で言われてる。別にそんななんかでもあんま気にしてないですね。そういうことを言う人もいるだろうなって思って。まあでも視聴者で結構多いよね。なんかその記憶なくなった。俺も言われたんで。ですよね。でも格闘あるあるで、多分失神したまだ人は分かるけど、なんかね、まあ一回やってやろうかと思いますけど。お前の記憶なくした場合一回ね。いやでも人生で失神なんてする気がないから分からないと思います。僕の経営もあれ失神なんですかね。まあほぼなんか1秒ぐらいで僕立ってるつもりだったんですよ。記憶は全然なくなった。記憶はなくなったら試合の時は記憶もありました。なんか夢やったように見えないですか。あ、夢あ夢に感じるんですよね。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいいんですよね、寝てる時は。え、そうですよね。なんで起こすの。思いっきり言ってるね。思いっきり言ってるんですか。まだやれるんだろう、やれるよって思ってたよ。なんか後々映像見たもん、10秒ぐらい寝てて、なんか酔っ払ってる感覚とちょっと似てる感じしますよね。終わってから、目覚めてからもなんかふわふわしてる感じ。だからその中で僕覚えてるのが、みくるさんがすごい心配して僕のことを気にかけて話しかけてくださったじゃないですか、あの会話を、会話内容覚えてないですよ。会話したなっていうのは覚えてるんですよ。で、その時に、でもみくるさんの前にノッコンさんも話しかけてくれてるんですけど、ノッコンさんの記憶一個もない。あ、そうですよ、あとですよ。あ、あとですか。そう、香港がね、いいとこで邪魔してきて。そうそうそう、話聞いてる最中です。ノッコンさんの記憶全くない。だからすごいなと思う。人間のあれですよね。え、ノッコンさん印象が強かったじゃん。ノッコンさんにミクルさんはどっか行った。ミクルさんどっか行った。すーって言ってましたじゃん。そうそうそう。でも僕今日呼ばれた時に、僕たち不祥事起こしてないのな、誰とも揉めてないのになんで僕たちないのなと思って。校長先生、橋本崎より不祥事起こしてる。あ、そうです。なんか順番的にでもなんか僕たちやらかしたんかなと思って。なんか順番がそうやったじゃないですか。呼び出しみたいな。このレオくん、松井くん、あの女子2人やって、でタイミング的に僕たち呼ばれたタイミングそこやったんで。伊原くんとかもやってるんで。あ、そうですね、その伊原くんやってましたね。みくるさんから連絡のあれ来ると、ドッキリなんじゃないかって感じますよ。あれみたいな、なんかあるのかなと思って。いや、全然全然。でも2日前とかあったんで、連絡が来たの。あ、そっか、そうですね。もう仕事だよと思って、さすがに行きたかったんで、来たっていう。その格好は普段の多分仕事…仕事の…ここ開けて。どうやっぱ知りません。今日はちょっとそれ用にいた。飲むときは。飲むときはね。全然、さっきときよりホストっぽいもん。そうだもんね。今日は一番パッション高いと思います。はい、ちゃんとあのヘパリーゼ飲んでたんで。一番少ないです。酒弱いってみんな言ってるから2軒目いけるんかなっていうのは思いますけど、ね。この間ね、あのちょうどヒカルくんのチャンネルで YouTube のカジサックと、まあこのはしご酒みたいな感じで飲んで。俺の酒の強さを疑ってきたんで、コテンパンにしときました、ね。あれ多分すごい食べましたよ。予想事故。酔っ払ったことあります？酔っ払いはするけど、なんか二日酔いとかはない。酔っ払った時どうなんですか？もうテンションめっちゃ上がってるんですか？ちょっと上がるぐらいね。あんまり変わんないって。でも、その別にそのお色気に入ってるもないですもんね。お色気とは。いや、お色気分かって、みんな分かるでしょ。全然分かんない。え、女の子の使うことかじゃない。え、なんかちょっとピンクな。そうそうそう、ハイとかもないですよ、飲んで。例えば、お酒の力を借りて、なんかそのテンション上がるか、ちょっとエッチな雰囲気になるとかあるじゃないですか。じゃあ聞くってことはそうなるってことですよね、きっと。あ、いやでも、いや僕は頭が痛くなるんですよ。お酒を飲むと。でも私も一緒だ。だから帰りたくなるんですよ、頭が痛くなって。まあ痛くなったら途中で帰ってます。あ、いや寂しいことやめてください。無理。アルハラって言葉があるんで今。でもそれはそれちょっと寂しかったっす。テル君になんかアルハラで叩かれたらおもろいけどね。視聴者が優しいってなるけどね。いやもうそれで言うとね、この前企画でみくるさんに電話で1分間おちょくれとかいう企画だったんですよ。電話かけて、
デンジャラスブラザーズもね。そうそう。もうめちゃくちゃ気まずくて、無理やんそんな。あ、やばい、これ落ちないかもしれない。落ち作られへん。やばい、落ちない。酔っ払ってる？だから罰ゲームで俺になんか生意気なこと言うみたいな感じで負けたんですよね。え、負けたんですよ。なのに何も言わないですよ。俺電話かけてる。また電話。え、でも言われへんやろ。企画ならやる。企画ならね。え、でもだからその時落ち込んだんですよ。プロ意識低いと思って。なんか、むつやとみんな おちょくるじゃないですか。そう、YouTuber としてプロ意識が低いと思って、落ち込んだんですよね。でも俺もできないですよ、多分。え、できないですよ、ね。言えないんだ、言えない。言えないですよ。言ったら面白いでしょうけどね。いや、でも言ったら倍返しもおちょくるとしたら、どうやっておちょくるんですか。お前やめろって。お前やめろ。俺ここでおちょくり出せいきなり。でもアンポルキアがうまいから教えてもらえそうですよね。まあ、おちょくるのうまいですけど。確かに。でもまあ、てるくんがそんな電話してきたら一瞬で気づくよね。うん、何もやってるしかないじゃん。いや、でもそれがそれで、なんかアンポチャンネルでその企画にみくるさんに電話しておちょくっていうのも失礼じゃないですか、なんか。企画だったら全然。あ、いいですか。あ、なんかじゃあ、ちょっと今さらやっても遅いけど。皆さん今減量中じゃないんですか。じゃあ試合終えて2月に終わって、でも次またすぐあるんですよね。12が6月の2かな、予定は。まあ、今月末にオーディションなんで、どうなるんでしょうね、次は。さっきと君は対戦は、そうっすね、でもまあやっぱでもどうあれ失神させられてるんで悔しさはありますよね。なんであの、まあ、腑に落ちないゲームだったんで、まあ、とりあえずまあやりたいです、もう一回、はい、米王がキープ米王が面白いけ、ね、ど米王様は なぜ怒ってるのか言わないけど、あれはおちょくってるんですよね、完全にね。とある撮影があって、まあ、そのガチでレオと米王が喧嘩になったんだよね。 それ聞いてたんですよ、その場所で。はい、それも聞いてたんですけど、完全にレオが悪くて本当に証明事件だそう、で、多分米が本気で決めてる。まあでもそうですね、僕はとしてはやりたい気持ちもありますよね。まあでもなんか視聴者さんはもうやらないでくれみたいにすごい言われるんですけど、まあ、関係ないですよね、そこは。まあ、ローキックが弱点だから、はい、見ました動画ローキックが弱点見ました。まあでもレゴの部屋でね、コテンコテンしてたもんねそうっすね、さっきの口喧嘩が強いへ、そうなんですね。そう、煽りがうますぎて、ね、いやもうアンポルキアチャンネルでちょっとなんでるんで使わんとってくる、それを出してアンポルキアチャンネル使わんとってくる。てるくんってマジで人がいいじゃないですか。完全アンポルキアの下についてるの本当正反対じゃん、人間性が。あ、ほんでもルキアもいいやつなんで。いや、それは知ってるじゃん、はい、だからそのまるで違うじゃない本当本当ですか。それがいいんじゃないですか、そのまるで違う感じが。まあでもルキア、これでさ、ジョリーくんと同じキャラクターだったらさ、やすもんね。テルくんあれあったじゃないですか、一番最初テルくんが出たルキアさんがなんかあの海で芝居してるみたいな、はいはい、あれ初だったんですか。あ、そうですね。あの時のテルくんちょっとやばいですね。ここだったよね、上みたいな今はなんかいい人感が今出すぎちゃってる。なんかちょっと好感度気にしてる。そうですね、僕ブレイキングなんで好感度気にしてる人ってちょっとダメなんですよ誰にでも絡んでくさいなのでいやあの時のテルくんのがなんか結構なんかリオとか今そうじゃないですか。あ、確かに、ね、本能のままね。めちゃめちゃでかくないこの本能これ乾杯相手が飲み干したらやばいことある。いただきます。そう、みんな優しそうで安心しました。だってオーディションの映像とかみんな結構切れてたり。確かにテル君なんか特にね。俺はええって、俺の話はもうええねん。もう僕の話はもう知らんとか。もう僕は皆さんが盛り上がってるとこに。アップだったっすね。じゃあ映像の時だけ無理して言われちゃうじゃないか。テル君で逆で、映像の時はいい人攻撃するんですけど、裏が結構やばいっすよね。確か下げんなよ。え、何件ぐらい行くんですかこれ。2件。あ、物足んないんじゃない、2件じゃ。でも我慢して帰る。絶対ないだろ。もうベルトも外してもんな。いやもう今日は普通に飲むんで。もうダメだよ、傷害事件は。なしで。傷害事件なんかあった。最近ね、本当になんか変わりましたね。てかなんなら最初シェンロンとか。そう、シェンロンだったんですよ。あ、そうなんですか。昨日かおととい太陽さんに会いまして、本当にやってくれたら。いや僕今日良かった。良かった。もうシェンロンだったら嫌だった。正直。なんでや。え？なんで。同じ階級じゃん。あ、そっかそっかそっか。確かに、まあ僕だったらやることないですよ。確かに。
富澤くんでもめっちゃ煽られてますね、伊原くんに煽られてますね、はい、見ててどう思ったのか聞きたいですね。確かに聞きたいです。入賞すると思ってたのかっていう。あ、確かに西島くんに勝ったのが、すごいなと思うんです。相性がすごい良くなかったんで、あつきくんの方が全然相性いいなと思うんですけど、なんだかんだ強いよね。そうですね。僕、程度は全然違うと思うんですけど、みくるさんがその日野本くんが絡まれてる気持ちがなんかほんのちょっとだけなんか分かるというか、ストーカーとやらなくちゃいけないみたいな感覚になる。かっこいい煽りとか、その、なんだろう、バチバチでやるとかじゃなくて、こうなんかおちょくってる人間の相手をしないといけないってすげえムカついちゃうから、なんかお前に得しかねえじゃんみたいな気持ちになっちゃうから、でもやらなかったら逃げてるって言われるし、でも別にやったところで俺何のメリットもないでしょっていう、なんかそういうなんかちょっと全然みくるさんと比べたら全然なんですけど、なんかああいうやり方ってこっちに全くメリットもないというか、でも結果出してきちゃったもんね。そうですね。だからまあそこに関してはまあ別にやってもいいかなって感じなんですけど、なんか私は全然格闘技経験ない一視聴者としては、なんかそうやってバチバチやってどっちかが吹っかけて盛り上げてるのかなって思っちゃいました。僕はどっちかってそのバチバチを吹っかけたいというか、もうなんかイケイケでもうやるかやられるか戦いがしたい方なんですけど、なんかおちょくられるとなんかこうそうなんか別にお前やんなくてもいいよみたいになっちゃうんですよ。おちょくバチバチ来いよみたいな、バチバチやってるみたいな感じでやりたい人なんで、僕は酔ってきてるもしかしてもう入ってる、もう入る。富澤くん暑いんで、確かに富澤くん暑いんで、頼むわ、本気出してくれ。お前が省エネだとダメなの。富澤さん、飲ませてください。本当に全然アイドリングかかってないです。本当に地元一緒ですもんね、ほんまの。そう栃木、はい。僕韓国です。ソウル。あ、生まれは韓国です。育ちは長野のめっちゃ田舎なんですけど、こっちちょっと強入ってるんです。愛知ですよね。僕一番最初、それこそホストを一番最初始めたのは愛知県名古屋市です。はい。名古屋で錦。錦のID ってあるじゃないですか。わかりますわかります。僕クラブの前で僕昔お見かけしたことあるんですよ、実は。最悪。実は ID から出てこられてるところで僕思って見たことある。あの時代か。え、なんなんすか。え、マジでこれ言っていいかどうか。全然いいです。乾杯。乾杯。お疲れ様です。よろしくお願いします。美味しい。あ、美味しい。実は僕は一方的にお見かけしたことあったですね。すごい。10年前の。知らなかったの。いや。ただってそれ絶対言われると思ってきたもんね。前にしてみましたじゃないか。今日はもう。恋王家女。いやもう今日はね、絶対もう聞かれるんだろうなって思ってました。でもそれでも聞いてくれるのがいいよね。じゃあ本当にあれですよ、もうじゃあ1回目の時に結構助けてもらったんで、はしご酒3回目やるけどどうですかって連絡来て、結構落ち込んでた、いろいろあったから。でも、まあでも三方結構お世話になってるし、これは行かないと何もなってないでしょ。お世話になってないですね。意味世話になってる。マジでもなんか先生させてもらいたいことあった。あれ三方さん、これは先生させてもらいたいことあって、これは三方さん、これは初めて会った日に、なんかみっくんとまいっていう呼び方にしようってなったんですよ。動画の中でそのせいで俺の彼女だって言いながら、ネットですごい触ってたせいで僕も思ってました。マジで俺あ、そうなんですか。初めまして。この企画にあったことないって。意外と。すごくお似合いで。はい。いや、もういるんで。すぐやっぱ視聴者ってさ、くっつけたがるさ、すぐ女の子とコラボするために言ってるんだけど、違っただろ？違っただろ？マイルド系の男なんだから。それはどう？最近なの？あれは。あれはなんて取るの？あれ？いくつかあるんですか？男のこと言ってる。違う、報道のあれって言われてる。あれ？男のことあれって言われてる。そんな人じゃないですよね、私。あの件に関してはですね、あの件に関しては多分
雑誌が出たのは多分1週間前ぐらいですかね。はい、我々LINE ニュースで見ましたけどね。そう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 、それで私多分10日間ぐらいずっと追いかけられてたんですよ。ああ、週刊誌ね。週刊誌に追いかけられてて、もう言い訳できないぐらい全部事実なんですよね、はいはいはい、出てる写真も全部、はいはい、全部全部全部の紛れもなく事実。でだから、要するにお付き合いされてるんですかね。お付き合いしてます、してます。おじゃあ、はしご酒2段の時いなかったわけでしょ。嘘ついてたんですか、もしかして本音で欲しいもんだけど。本音じゃなかった。あれで飲みますか、今日は飲みましょう。なんか誰もコップもなかった。萩原さんに本当のことだけ言わせて、はい、私実は好きな人いないんですって言うの。あれれれ、違う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 、もう一回見直してください。好きな人じゃないですよ。好きな人いるって言った。愛してるんですよね。言ってるけど、その存在をしないみたいな、なんか変な感じで。いや確か芸能人の方を言いましたね、私は。いましたね。でもあの時はいたんですね。いましたね。これは一杯飲んでもらえないと。そうですね。これもさすがにね。本音ですもん。いただきまーす。これは結構長いですか。びっくりしちゃった。長いですよ。ワイルドとワイルドさんと。ワイルドさん。長いですよ。長いんですか。結構長いと思います。今何の長いなんですか。なんでそんなに出ないんですか。いやいや、僕は好きなんです。いや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 、もう結構長いですよ。2年とか3年とか。いやいやいや、そんなではないけど、でも出会ったのはもう本当にかなり前です。あ、初めお友達でってっていう、紹介で出会ってっていう。路上で見つめ合ってって書いてあった。熱。違う、私本当に気づかなくって。路上でします、そんなこと。路上伝説ですね。違うの、本当に。だってさ、もう好きな人と、まあ、普通にあんまりなんか長い間付き合ってるけど、あんまり変装してとかもない。もうずっとこのままで普通にご飯食べに行ったりデートしてたり。汗すごいっすね。急にサウナじゃないよ、もう会社が。体は正直ですよ。体は正直ですよ。恥ずかしいじゃん。本当やだ、もう。まさかですよ、びっくりですよ、自分も。本当にあんな見られてたの。汗すごいっすね。楽しいっすね。楽しいですね。楽しいっすね。やっと本音が。でもこう本音で話すとやっぱり心が開いてきますね。でも、はい、海外の方とかは、まあ、そのあんまり気にしないじゃん、うん、周りは気にせず、はい、まあ、路上で、うん、いいですよね、うん、かっこいいと思うけどね、それは。俺は全然そっち派なんで、はい、俺はしないけど。僕してんかなと思って。俺は絶対しないけど。でもなんか活字になると割と恥ずかしい文字になりますよね、うん、一連が。まあまあまあ、そうですね、うん、活字に字とかでしょ。写真が出ると、写真が出るとね、びっくり、本当にまさかだったんで。まあでも否定もしないのはかっこいいですね。確かに否定はしない、もう本当に普通に。でも僕思ったんですよ、あの花咲玲ちゃんいるじゃないですか、はいはいはい、で結構もう物事はっきり喋るじゃないですか、うん、めっちゃ素敵やなと思ったんですよ、うん、あ、すごい、あの全部ストレートで、もう視聴者も関係なくて、はい、すごい、あの僕にないものを持ってるというか、うん、もうあれね、強かったもんね。思ってないことばっかり言ってた。いや、思ってないことは口でいいよ。好感度気にしてなくても好感度が上がんねん、普通にしてるだけで。あれは今ので下がって、今ので下がってもええよ、下がってもええ。でも本当に場も多分あれ明るくなると思うんですよ、うん、そのすごいずっと喋ってるから明るくなって、僕あれを見てなんかめっちゃかっこいいなと思ったんですよ、うん、もう物事はっきり喋って、だから今日それやなと思って、もう僕も思ってること全部話そうと思ってるっす今日。あの二人本気で喧嘩してるからね。いや、そうですよね。やっぱそのなんか本当に喧嘩してるんだよ。はい、へぇ、なんか女性の喧嘩で。でも次試合するんですもんね。そうね。あれって次はするんですか、女子の。いや、なんかあれ、あの辺もすごいなんかお互い譲らずに体重がとか。いや、そうっすよね。マジガタイがどうちゃらと口喧嘩もしましょうとか。いや、わかんない用語が。リングの上で口喧嘩ですか。そう両方やろうみたいな。試合の目くしに変える。いや、おもろいっす、それ見たい、見たい、おもろいっすよ、見たい。判定つける側もおもろいっすね。確かに、確かに。一覧の目をちょっと優勢ですね。ラップバトルで会場のあの各社で上げてる。カンマスペーからね。ファイトじゃなくて。いや、でも見たいよね、それ。うん、
めちゃくちゃ見たい、楽しみ。ゆずちゃんもね、なんかこう勘違いされやすいっていうか、不器用なんだけど、うん、結構しっかりしてる方、うん、いや、そうですよね、俺全然嫌いじゃないっていうか、うん、僕もそうなんですよ。いい意味で、素直ですよね。そう、多分ね。女の子からすると嫌われそうか。黙っていれば可愛いですけど。なんかさっきともさっきなんか言い合いしてたもんな。確かに確かに。黙っていれば本当に。めっちゃ毒ぶち込むっすね。なんか絡まれてる。絡まれてるね。絡まれましたよ。うわ、美味しそう。ごめんなさい。ありがとうございます。俺もそろそろツイッター復活しようと思ってるんです。めっちゃいいじゃないですか。来週ぐらいね。じゃあもう明日してくださいよ。明日だね。これ上がってる頃には復活してると思う。めっちゃいいですね。微妙かな。微妙、どうだろうな。今ギリギリのところ。なんでなんですか。それは、確かになんでなんですか。まあ一つ大きなものが起こる。計画があると。いやでも俺は富澤くんにやっぱりもっともっとライジンでこうボーっと行ってほしいね、やっぱプレイに。マジで、ほんと世界最強になります僕。いやマジで。もう決めたんで、あの、よくない。富澤くんが。今の自分に酔ってましたよね。今のどっちでした？酔ってるとしたらガチで、あの負けてから本当に世界一になろうと思ったんですよ。これガチです。負けたから、だから思ったんですよ。あ、これもう世界最強なんないからもう吹っ切れないなと思ったから、でも今まで格闘技やる友達で一番バカにしてる。笑うなよ。正直さ、何分ぐらいからさ、これきついなと思って。いや、なんかそのきついなとは思ってね。ちょっと僕素人で本当分かんなかった格闘技。そのブレイキングなんかしか知らなかったから、大地やっちゃうんじゃないかなと本当思って。食っちゃうんじゃないかと思ってで、30分ぐらいからダウンされた時にちょっとこれやばい。パンチも当たんないぞ。って思って。で僕この間前田島さんとやってて。大地が全部篠塚に倒された技使ったんで、そしたら俺全部負けた。いやでも地下格軍団やっぱ強いっすね。へぇー、テル君もそっか。僕、戦ってる時途中でこの人パンチ重たと思ったの初めて。戦ってる時に普段思わない、戦ってる時に余計なこと考えへんやん。それやのに戦ってる時にこの人パンチ重たみたいないろんなこと考えてもらったんですよ。へぇー、心折れてたんでしょうね。折れちゃった、気持ちに。分かんないですけど、それはでも感じちゃったの。そうですよね、もう鼻があると思ったんです。俺も地下格出てた時にレジェンドだったんで、当時もスター選手だったから。いや、そうですよね。アウトサイダー一番最初落とされて、落とされて19歳以内に応募して、実績がなかったんで、そこから地下格を6試合ぐらい回ってて、名古屋のコックオムとか。ああ、はいはい。その当時やっぱ三河兄弟がね、本当レジェンドだったので。いや、本当そうですよね。やっぱ人気あるからやっぱ花あるよね。花あります。会場みんな沸いてたし、あそこに絡むの怖くないですか。え、怖くないですか、あそこに絡むの。三河幕府、はい。俺ジョリー君だからすごいなと思ったんですよ。いや、ジョリー君すごいよな。いや、これ知らないんかな。いや、ジョリーは年がちょっと違うくて知らないんですよ。いや、知ってる、絶対知らんって言ってたんですよ。本当に知らないんですか。知ってたやつは本当に。だからサップさんとか来た時に、僕だから怖かったっすもん、正味。いや、僕も怖かったっすよ。でしょ、三河幕府さんとか来て、なんでこの人ら来たんと思ったっすよ。そんなん僕だって生きられへんやんと思ったんですよ。でも、その三河幕府に挑まないと、僕が今後ブレイキングなんて生きられへんと思って思ったんですよ。だからこの人と やろうと思って。でも好感度気にしてやっちゃうのよ。違うんですよ。好感度気にしなくていいよ。もうやめろって。でもテル君前日余裕っすねって言ってましたよね。いやでも試合まで余裕で勝てると思ってたんですよ。ほんまに余裕だったんですよ。いや僕も余裕で勝てる。気持ちが紛れたな、なんか試合の中から。そうですよね。いや、やっぱ分かりました。あとなんかこう試合の前にこう向かった時に、うわ顔が負けるな。うわ、やば。さすがっすね。やば。試合前でしょ。そう。やば、めっちゃ見てるじゃないですか。それなんか見られた。なんか、何ちょっと喋らして俺今。やばい、今テンション上がって持てるもん。なんで分かったんすか。いや、もう顔がだって引きつってた。うわ、さすがよ、僕。マジ。そうやね、試合前の最後にちょっと折れて。うわ、すげえ。同じことでも俺、みくるさんに黒石さんとの試合の時同じこと言う、僕に言ってましたよ。顔で負けてたって。表情で負けてたよって言われてました。相手も伝わってるんでしょうね。いやでも僕ね、次からブレイキングダウンしてもらえたら、僕もうやばいっすよ。
もうこの負けを機に一緒やね。負けから生まれることあるもん。世界一になる。世界一になる。世界一が本当に毎日言ってるんですよ、言霊のように。なるほどね、はい、今それこそブレイキングダウン不祥事多いじゃないですか、うん、本当にね、それ良くない流れなんだよね、はい、まあ、でもね、なんかこう難しくて主催者が、うん、今回の件もすごい動画にしてくれてすごい来てて、まあ、今日話そうかなと思ったんだけど、うん、まあ、なんかこう武井壮さんとかね、見ました見ました、水口さんからもう言われて、うん、送られてきて、うん、これってなんかそのガチンコファイトクラブとか、うん、アウトサイダーとかからずっと続いてる論争なんだけど、うん、俺の個人的な意見としては、うん、その知名度がついてるから捕まった時に逆にこう、なんていうか目立ってるだけであって、うん、もしブレイキングダウンが存在せずに、うん、じゃあシェンロンが捕まっててもみんな別に注目しちゃうわけや、うん、だからそのブレイキングダウンとかやってその、まあ、たらればには当たるけど構成してる人の方が圧倒的に多いと思う、うん、それが俺の意見で、うん、だからまあ構成してる人が多いとしたらやる価値はあるよ、うんうん、例えば僕やってますよ、見せしめなところありますよね、うん、そういう人たちが出たからこそこう、うん、それを、ね、はい、上げ足取ってるでしょっていう、でも本当にそれで構成されてる人が多分めっちゃ多いと思います、ブレイキングダウンで、うんうん、そこが見えないじゃないですか、うん、だってタラレバなんで、うん、しかもパラレルワールドがあって、はい、違う世界線でブレイキングダウンないところでもしかしたらさきとくんがね詐欺の容疑で逮捕されたその可能性もありますから、ね、いや確かに確かに、そうなんですよね、でもブレイキングダウンのおかげでしないってことは証明のしようがないから、うん、ね、確かにいいところは良いことをしたことは別にニュースにならないじゃないですか、うん、そんな大して、うん、悪いことしたらやっぱニュースになるんで、うん、それは仕方ないことですよね、うん、ホスト業界も最近こう結構いろいろこうアンチ多くて、うん、でホストの子たちも悪いことして捕まるやつっていっぱいいたんですよ、うん、けど別にニュースになってこなかったんですよ、うん、でも最近ってこうホスト業界が注目されるから、うん、ローランドさんだったりとかが僕もそうですけどこうやって出させてもらったりとかしてよりホスト業界が注目度が上がったおかげで、うん、そう悪いことしたやつらは逆にもう名前で報道されるようになったんですよ、うん、実名報道が、うん、なん でやっぱよりそこでアンチも生まれる、うん、やっぱそれっていいことしてても頑張ってやってる子もいるのにそういう悪いことしたやつらはやっぱ見せしめでやられるんですよね、酔ってる？何言ってるか本当に僕も何言ってるか分からなかった嘘でしょ、すげえ。リラックスで言ってるからいいこと言ってるように見える、何言ってるか分からない見せしめってことですよ、また動画で見直してもう一回理解しますなんかこれって僕、はい、ブレイキングなんから要は世界一になる人が生まれたら全部解決できることだと思ってます、うん、まだ言ってないこうしかしてないこれちょっとネタだと思われるんだよこれガチで言ってないと思って、何で世界一になるの、キックボクシングって当たり前じゃん、キックボクシングの世界一って富澤くんの階級だとグローリーがいい、いやでも正直日本で一番になったら世界一だと思ってます、でも、日本で一番取らないと、世界目指せよ、いや、世界に喧嘩売れないですよ、日本で一番取らないと、だから、マジで、今日本一マジでやろうと思って、竹内選手とかもまあ一応負けちゃったじゃないですか、この間、うん、そうスーパーレッグ、でも日本ではもう本当、天心か竹内選手が1位って確実だったから、うん、それで負けちゃったっていうことは世界にまだ強い人がいるっていうことでしょ、うん、そうですね、でも僕は多分プロだと 7.5 の階級になるんで、うん、まあ将来的には60上げたいですけど、うん、7.5 はもう本当に日本は今ダントツなので一番盛り上がってます。なんかこう真面目な話すると面白いですよね。なんか分からないですけど面白い。いや話してください。だから本当に、うん、マジで結局僕がプロで通用すればもう全部解決するんじゃないのかなと思って。あ、一緒にそういうことですね。だからあんまりそれとみんなの不祥事だから、ね、いやあんまりそれ全部解決する。ちなみにその富澤君は12年生。12は多分きついです。あ、きついんだ。はい、あじゃあ稲田君はまた別の人ってやるところだね。あ、そうだ。11.5 で村田選手と西島君がやるんで、村田選手がもし勝った場合は井原君がやるんで途中出すと思います。僕12も天狗も呼ばれてる。あ、まだお前の番ちゃうねちょっとちょっとまだ早い。じゃあどうぞどうぞ。それだったら前回の試合見るとちょっと村田さんっぽいですね。前回の試合見るとパンチ力すごいよ。西島君がもうちょっと気持ちが追いついてくればどうですけど、技術あるんで、まだ気持ちが追いついてないから。うまい。これ最近いっぱい増えてきたんですね。確かに地下格のさっきの話とか全然ついていけなかった。もっともっとブレイキングで興味持てよ。いや興味はあるけどさ、地下格とか知らないからさ、俺からしたら逆に言うと、ね、そういう一般層もいると思うよ。あ、確かに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 、そうですよね。本当だって知らないおじさんがいっぱい出てきた。確かにそんなん言ったらあれが確かに
若い子からしたらそのボブサップとかもわからんかもしれんもんな。ボブサップ、ピーターズとかチロムレバンナとか知らない人もいるんじゃない。確かに今の時代ほんま井上しか知らんもんな。井上力としからそっちやって振ってくれましたねブレイキングダウン、どうすか。ブレイキングダウン出たいっすよ。出たいっすよ。でもね、僕この前ね、あのリキと喋ったんですよ。あのなんて笑ってるんですか。いや、あのリキと君が前、そのオーディションで、うん、もう今回で最後ですね。あれ違う、あの、もう弱い人とやるのは最後にしちゃいっていう。結局その僕が、あの雑魚のくくり、弱い人のくくりにいつまでも入れられてたんで、で、上の方とかもなんかその、これでオーディションできて、なんか俺強いですみたいな、今までいろいろこういう実績があって、実績があって強いですみたいな、で、対戦したい人は井上くんですとか言うと、みんな、じゃあなんでそこ井上くんなのみたいな、強いんだったら外ヘボくんとか言うなってでしょみたいな。まあ、バカにされてるんですよね。そうそう、だからその、そこをいつまでも抜けたいんですけど、まあ、いつまでも弱いから、どうしようかなっていう。練習するしかないよね、もう。でもね、練習したら弱ならないですか。戦い方変わりますよ。なんか僕がいろんなテクニック覚えちゃったんですよ。怖さを知るかもね。その、マジのレベルの高い人との、いやそうですよね、怖さを知らない時の強さってあるじゃないですか。いやそうですよね。僕めっちゃ感じましたもん。結構練習したんですか。したっす。したらしたで入り方がわからないです。なんか3年ぐらいしないと消えないんですよね、その恐怖心が。本当に強い人になると。あ、そうなんや、はい、毎日ボコられるんで。そうですよね、はい、僕なんて練習でほのぼれたの1回や2回じゃないですよ。ここからなんで素人から入ってるんで。で、2ヶ月ぐらいでプロレン入って、もう毎日ボコされて。それとあの、たけるさんとこのあれですよね、の後に、あの、もともとは別のジムだったんですよ。たけるさんのとこ行って、たけるさんに教えてもらって、で、その後にまた別の元も行ったジム行って、そこでももうほんと3年間くらいはただただもうボコられる毎日みたいな。練習行きたくなくて仕方なかったです。あれってでもどうなんだろうね、強くなるのかなっていうのはさっき思いますけどね。あれ、西谷くんとか日浦くんも俺がもうボコボコにすぎて、いや、そうそう、僕めっちゃ話聞いてました。僕が聞きます。で、なんかその JTT とかになってあんまり練習しなくなってから一気に強くなったから。あ、でも自分より弱いことやって強くなったから。成功体験の方が強くなる可能性あるってことですか。そうそう、練習の中でその強い人出ると決められない力が増えるけど、決める力が一生増えないから。なるほど、そういうのありそうですよね。多分それは絶対。じゃあ弱い人といっぱいやろう。どっちもやった方がいいですよ。強い人と弱い人と。技術指導とディフェンスはやっぱ強い人でやった方が覚えるです。攻撃力は弱い人でやった方が覚えるです。え、そうなんや、はい。俺はぶっ飛ばす練習がしたいな。人をぶっ飛ばしたいです。これから怖い怖い。まあまあまあでも怖いよ。ほんとにあんまお酒飲ましちゃダメなタイプでしょ。これ社会ではやめてもらってさ。社会ではね。本当にブレイキングダウンの中だけで。もう次から社会でやった人はもう出禁にしますね。本当ですか。本当ですか。ちょっと今何歳。いやでも本当にブレイキングダウン出て本当にすごいそこ良くなった。もうこれはもうあの記事にはされないと思うんですけど、完成形だと。ブレイキングダウン僕すごい出したかったんですよ。出したかったけど当時推薦枠なかったじゃないですか。だから推薦とかそのコネって言われるからできなくて、でも彼がこう出てきて本当にブレイキングダウン出てからめちゃくちゃそこ良くなくて、でもそういう人ってやっぱピックアップされないというか、僕はもう知ってるから昔の彼を。でも見られたら人変わるよね。変わりますよ。だって信号無視とかも知らんでしょ。それが知らんね。それが知らんね。それとか絶対しないですよ。絶対そうですよね。僕も変わりましたもん。飲んだなら絶対もうタクシーですぐ帰るようにしました。今まではいや、その遊び行きたいなとかあるじゃないですか、ちょっと街を歩いてみよう、そういうのをもう一切しなくなりました。でも女の子と遊ばないって前言ってたけど、僕はなんか遊ばないです。本当に遊ぶでしょ。いや、本当に遊ばない。遊ばないわけがない。本当に遊ばないです。顔男前や、はい、坂口健二さん。確かに確かに坂口健二さん絶対そういうなんか話をしてくれるだろうなみたいな思ったけど、ゲストの時にサキトって書いてあったから絶対ちょっと離れてこそだろう。あ、サキト男前やから。まあ、よっこ本当に遊ばない。え、結構ガチで遊ばないです。あ、そうなんだ。あ、でもガチ、あの、女の子と遊ぶっていうやっぱ血が高ぶっちゃう人なんで喧嘩売りに行っちゃうんですよ。喧嘩売りに行っちゃいます。女の子にもですか。女性には恨みです。喧嘩売りにはいかないです。あ、でも絡みに行っちゃう。絡みにも行かないです。
因縁をつけるのがうまいっすね。因縁もつけない。つけられたいから待ってる。バーとかで一緒に会ったら嫌ですね。でも本当に亡くなりました。その一緒飲んでても僕やっぱもう昔から知ってるんで、うん、本当にそういうのがなくなったし、うん、やっぱブレイキングダウン出てよかったなって個人的には一番思ってる人間なんですよ、うん、はい、じゃあちょっとブレイキングダウンに感謝してカメラに。でももう次出るか分かんないでも呼ばれ確かに三倉君にあって言われたら天狗もない呼ばれてないし12もなんか誰と一緒なの分かんないです。 僕なんかいつも75キロとかで体重組まされるんですよ。僕69キロとかなんですよ、いつも体重軽いんですよ。だから65ぐらいまで減量できるんで。減量とかいないじゃないですか。減量したことないんですよ。減量したことないんですけど、65ぐらいまで落とせるんですよ。だから65でこの間トライアンスクール君とかやったじゃないですか。だからこういうなんか格闘技強い人とフランスキーいつも相手が悪いから。なんかみくるさんが前多分なんかの動画でよく喧嘩で自転車使ってたって言ってたじゃないですか。全く同じ光景見たことがあって俺ちゃんと出たのかなと思って。サドル使うの、サドル俺なんか鉄板の武器をいつも使うんですよ。やっぱ自転車ってみんな使うもんなんですか。俺はもうその相手が武器を持ってたからたまたま利用したんだけど、そもそもあんま武器を使わないみたいなかった。ああ、すぐ自転車使うの。使わないで、使わないで、一緒にしないと。今日はしないと。3対1とかになった時にいつもなんか自転車持ち出してきて、それでもなんか思い切りやってるんですよね。しかもなんか最近全然話変わるんですけど、ブレーキングなんでめっちゃ絡まれるんですよ。昔のでいうと米尾みたいな、あの生きってるけど弱いみたいな。みんなどうなの。絡まれませんよ。ないよね、全然絡まれない。俺も絡まれたことない。オーディションの中でなんか最近思ったのが、そこで僕がおいとか言っちゃうと、うん、そいつ本戦ワンチャン決まるじゃないですか、うん、でもこんなやつなんか本戦決まってなんか人生変わんの嫌だなみたいな気分になっちゃって、うん、こいつ顔も決めえしみたいな、くせえしみたいな。なんか顔の見ようよ、分からんよ。顔の見ようよ。こいつは俺がなんかしかもどういう求められてるかわいそう。ちょうど世界がちょうど目の前なんで。でもどうなんですか、みくるくん、やっぱ僕も結構牙抜けたとか言われるんですけど、やっぱ抜けは抜けるとか、その戦いに対してどうですか。こう、まあ、試合が決まったらそうですけど、こう普段やっぱ温厚になりますよね。あ、俺、はい、あ、そうそうそう、それは温厚なんだけど、でも自分がやりたいと思う試合は多分めっちゃになるの。世間になんか無理やり出させられてる感じになると、あ、いや、そうですよね。一緒の、え、一緒の同じベクトルで喋って、同じベクトルで喋って。 SNS が今のは違うと思います。いや共通するものがあったもん。ある世間から求められてる。世間から求められてるでしょ、僕。結構求められてますよね、僕。うん、それこそブレイキングダウンね、プロルール、プロリーグ発足させるとかないですか。発足じゃないの発足させるとかないですか。僕プロリーグっていうのは3分、まあ MMA だったら、はい、ライジンとかディープのルールで、でもライジンとはいい関係を築いてるんで、だからその登竜門的にその、まあ、ブレイキングなんで活躍した人が出てもらうっていう流れにはなってるんだけど、ハンガー君、しかりヒロヤ君とかでした。負けちゃったから。そうっすよね、そんなそこやんよ。あの、何を言うか負けてもだから。だから井浦くんとか、外山くんとかも、まあこう後輩として今後このライジンに上がってもらいたいと思ってるけど、まあ、負けちゃったから。え、負けちゃって、そこなんよ。ちょっとイライラしてる。しないしない。でなんか、はい、かませ犬っていうか、かませ犬みたいになっちゃいましたよね、うん、もう、篠塚かっこいいみたいな。あ、向こうの壁があったっていう。でも、その試合前って富澤君の方が強いって思ってた。そうっす。で僕もそのなんか素人目でそう思っちゃってて、持ってやれるんだろう、やれるんだろうなみたいな。だからこそ格闘技でも儲かるのね、多分。で、あそこのレベルに行くのは何個かな。今1年で十分だ。で、1年以内に篠塚、篠塚君がやってくれるんだったら身もすぎてもやりましたよ。で今すぐは無理だ、1年かかるんだろう。今でも無理だよ。ほんまに仲いい。一番の出来合いじゃん。そうそう、味方に言ってみて。こいつ俺が負けたのめっちゃ言ってくるんですよ。で言ったことない、言ってないよ。この間も言ってたろ。いい友達ですよね、うん、めっちゃいい友達じゃないですか。はい、ここで
案件というか宣伝したいと思います。こちら事務所でもね旧式使わせてもらってるんですけど、今回待望の冷凍機能を搭載されたということで、スマートテーブルです。何度かね僕宣伝してると思うんですけど、まあ家とかに置いたらこれで全て完結してしまうというか、人をダメにするテーブルです。はい、冷凍機能が搭載されたということで、今までまあ冷蔵庫もやってて、はい、でまあ普通に水とか飲み物もここに、まあ、テレビとか置いてさ飲み物飲んだりしてたんですけど、今回は冷凍機能がここに入ったということで、まあ、製氷機能はないんで氷は作れないんですけど、まあ、氷を買ってきてここに入れておくとかはできるということです。はい、紙ってるやん。いやめちゃめちゃいいよ本当に。待ちに待ったって感じ。氷保存できるのはでかすぎるね。でかい。ここでウイスキーを作るわけでしょ。もうほぼほぼ完結よここで、はい。でこれスピーカーも付いてるんですけど、はい、こちら今までこのサイズにスピーカーがなくて、まあ、事務所にあるこれよりも大きいものしかね今まで付いてなかったんですけど、今回はこのサイズでも音楽まで楽しめるようになったということです。さらにUSB 端子、昔はねこれ USB 端子しか付いてなかったの。 USB 端子付いてて Type-C、 そうタイプ C が強い。このこれタイプ C もあると、はい、いうことで、もうトイレ以外立たなくていいと。そんな感じですか。そうですね、もう素晴らしすぎるね。 Bluetooth 繋いでみます一回。はい、ここにね操作パネルがあって、はい、これは何ですか。このライトマーク、このフィールと言いますか。ああ、そういったんですか。おー、かっこよ。ブルーだけなんですよ今回。へ、はい。ここでライトが光ったりとか。ライト、うん、おー、ブルーライトとかね。ちょっとなんか流してもらいますか、フリー音源。でも切ったりとかもできるということで楽しめますよ。かっこいいですね。やっぱスマートだよね、うん、男は憧れる。これテーブルです、ね、ロマン、はい、ロマンが詰まってますということです。それとですねクックトップ、はい、新発売のクックトップなんですけど、これ見た目結構スタイリッシュでしょ。薄型なのに IH のパワーが強いらしい。おお。この上で料理も始めちゃうっていう話もしかして。もうそれやり始めたらねもう本当よ。これね土鍋も使えるらしいんで、お酒飲みながらここで鍋パンでここから酒出してみたいな。酒出して、はい、氷冷やしてやって最後締めにアイス食べてですね。しかもこれ作る量に合わせて炒める、揚げる、焼く、煮る、沸かす、保温っていうクッキングモードがあるので、鍋だけじゃなくても普通にここでご飯が作れるようです。すごくね。見て、炒める、揚げる、焼く、煮る、溶かす、保温、機能がすごい。おお。はい、マジでやばい、まあ、これ1台で生活が完結してしまいますよという、まあそういう宣伝でした。はいはい、というわけでね、こう新しい商品だったり新しい機能がついた商品で、まあ、僕たちもね普段からあの事務所で愛用させていただいてるんですけど、ぜひね皆さんも試してもらいたいので、概要欄の方からチェックしてもらって、ぜひご購入していただけたらなと思います。宣伝でした。なんか僕個人的に日韓戦すごい僕の中でも世間的に盛り上がったじゃないですか。あれをなんかもう一回、韓国ともう一回とかっていうのはないんですかね。そのなんか喧嘩自慢でも韓国の、なんだろう、例えばソウル、カンナム区の不良を集めて日本に連れてくるみたいなのとかどうなんだろうなみたいな思ってたんですけど、あれは対抗戦は確かに面白いから、はい、またやりたいなと思います。なんかもう一回やってほしいなと思うんですよね。また韓国側で、韓国側もちろん韓国側で日本代表がいいよ。日本誰も助けないよ。レオが入賞した時にさ日本国旗こうやってこうやって。それはそれ違うんですけど、
それはそれで勝手に背負うなってレオが俺もそうだけどだけどそういうなんか対抗戦みたいなのをレオも曲歌ってましたからね自分の音楽じゃあなんか僕あれ思ったんですけどなんかそのサムネ撮影だったじゃないですか、はい、サムネ撮影の時にそれこそちょっと裏で問題になったその突き落としみたいなレオが僕のこと突き落として、うん、その速報が悪いんじゃないかってちょっと炎上したんですけど、うん、その過程があって、はい、サムネ撮影の時になんかミクロさんがレオがこう僕のこと顔を殴ってる感じが面白いんじゃないみたいな、うん、言ってくださったじゃないですか。その時にレオにミクロさんがレオ絶対殴るなよ絶対に殴るなよって言っちゃうんですよ。言ってない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  2,3 回言おっしゃって言ってない言ってない俺これ振りかなと思って感じるよな感じるよな確かにレオも最初こうやってたよコツンとかレオも気使ったよ。いやわかんないけどコツンと出てきやがってそれで俺もこれどういうのお笑いなのかなと思って。いや本当にダメだよって本当にやんなよって本当だったんですよ。本当にだって試合前に怪我したんですよ。しゃべらなかった。いやそうですよね。そうマジでやめろって言ったらなんか本当にコンってあれ普通出てきやがってバーンやったらまだじゃないじゃないじゃないこうやってコツンだねこう当てんなよって言ったら当たっちゃったまた腹立ってそれが絶妙だねそうそうそう分かんないのよ当たっちゃったの殺すぞって言ったらそれでそしたらなんか突き落としたじゃあ結果ミクロ君が悪いそうそうホンダウンあそこでいやでもあそこで俺が言わなかったら本当に言ってたのかもしれない収まったんですもんそれでコツンで収まったからよかったかもしれないですけどそれについてどう思いますかあレオさんとサキトさんのやつですかあごめんなさい僕が間違えましたすいませんえいや大丈夫ですなんで言いましたなんで言いましたマジで言えよそれに関しては僕は分かんなかった。全然分かんないです。でもすごい話題になりましたよね。やっぱ結構ネットニュースとかにもその件が載ってたから、それで動画見た人もめっちゃいると思う。だからその、うん、やっぱ富澤君とかみたいに勝利とかにこだわってる、うん。選手、うんうん、と勝利は、まあ、ずるない、ずるない。でも僕もこだわってないわけじゃないですけど、なんかある意味なんか勝ったような気もするんですよね。うん、なんつうんだろう、そのやっぱこれ論争が起きたから良かったらっていうと話題になるかならないかじゃないですか。話題にはすごいなって。それはさきとくんと飯食った時に言ったっすけど、レオはレオで多分きついっすよ。いや、まあ、それはそれできつい。え、何きつい？いや、やっぱりなんかやられるんじゃない？今ってやっぱ SNS で声が直接届くしさ。まだ10代辛いんじゃない？いや、そうなんか僕この間の試合は多分本当に最後までレオ自分の右ストレート倒してると思ってで思い込んでたと思ってで映像見たら全然違うじゃないですか。でももう引っ込みがつかなかったと思ってで自分で本当にそう思ってたから。でも引っ込みつかないからそのままもう、うん、視聴者の、ね、声とかが届きすぎるから今の、うん、そうですよね。確かにちょっとねきつい時ありますよね。みんな直すじゃない、うんうん、好感度いい方がいい間違いなくいいから。いやそうですよね。アデル君みたいになっちゃうんだけどでもその時でそレオに関してはちゃんとつるなきのしてる部分は俺別にいやそうですよね。むしろ好きだからね、吉田君、そうそう、好感度僕たちいいっすもんね。吉田君、好感度いいっすもんね。好感度、ありがとうございます。好感度いい同士で仲良くさせてもらって、吉田で呼ばせる。吉田と呼びせすな。吉田と呼びせ、普通にもかっこいいんで。いや、そう、あの、素でかっこいいんで、あの、作ってるとかじゃなくて、俺はない。素でかっこいいから、好感度上がっちゃってしょうがないと思うんですよ。てるくんバチバチの時は格好だったんですけどね。すねすねかどうしたらいいか。ダメだ。でも本当にもっと怖そうなイメージでした。今日はなんか大人になりますね。やっぱりこのご時世。すごい、まあ、ありがとう。結婚して変わったな。いやいやいやもう。いやいやいや。女性って聞こえなかった。それで言うと本当にブレイキングダウン出て変わった。どういうことですか。ブレイキングダウン出てこうみんなに見られるようになって。一人にならなあかんなまだ大切ですよね。いやほんま大切よ。何でも肯定マンなんで本当に何でも肯定するじゃん。お疲れ様です。僕もいやいいっすね。どうぞです。いやこれ楽しいっすわ今日本当によかった。いや久々にこんな酔っ払ってるの見た。いや僕結構プライベートでもよく飲むんですよ。遊んだりとかするんですよ。ここ僕は仲いいっすよね。一緒になんか旅行とかも行ったりするぐらい仲いいんですけど。イケメンコンビこんな飲んでんね久々に見た。イケメンコンビで今日なんかいつも見たら湯本回せてないじゃん。喋ればもうなんかもう世界一目指したい人がいるんだよ。じゃあ
違う、こうやっていつも喧嘩するんですよ、こいつ毎回。それで本当にマジで喧嘩します。なもう何十回言って喧嘩します。どっちが強い？でも喧嘩だったら総合ルールだもんね。違う。どっちが強い？基本的に彼は友達に手出せないんですよ。ちょっと出せると。はい、俺はいけるよっつって、こいつもうほんと直近あのそこにあるワインのボトルとかあるじゃないですか、はい、あれで殴りかかってきたんですよ。友達にします？それいやせえへんな、しないですよね。友達にはせえへん。こいつやべえと思って、ボックスとかそういうのそういうの絶対やってない、や無理な人なんですよ、うん、薬とかそういう系、うん、無理な人で、でもなんかやったみたいな疑われて、違う、あれで殴られたらマジで痛いからね。違う、逆の話今やったいや疑われたから本当に友達かここやるわけないだろみたいな話をして、なんで疑ったんだ。しかもそれはやりますからね、ガーンっすよ。びっくりした、ガーンの音でかい、殴れてないし、最初自分が前蹴りしてきたから、俺それ前蹴りしたん、やってるやん、やってるっすね。友達やん。いやいや、突き放すためにですよ、正当防衛です。でもこことか以外は喧嘩じゃないですよ、さすがに、うん、あの安心して殴れるんだ。いや俺ひげ取り出すよ。ブレーキングないに迷惑するから。いや多分それ笑いが起きるから大丈夫。笑いが起きるから。ノーエフェクトしないから。容疑者富澤さん。くそもろい。最近なくなったよな。最近ない。ようやくもう本当、本当最近なくなって、最近ってもう本当20超えてからの話ですよ、あの気まずくなっちゃって喧嘩しすぎて、そうだね、お互い誰かがいないと話せないから、でも落ち着いたんでよかったね。そうですね、本当にブレーキングのおかげです。本当にありがとうございます。じゃあごまをするぐらいのはこれぐらいにして。さすがに、さすがに全然変わってないけどな、ブレーキングで。僕もうちょっとフォロワーとか2万とか3万とかいくかなと思ってたんですよ。これ1年出てるんですよ、まだ2000。タイミングちゃん。でもやってないんでしょ。いや、最近始めたんですよ。でもそれで、ごめんなさい、僕ペラ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 喋って、なんかそれでと、なんか僕もこの YouTube とか出んかったら SNS をしたくないタイプなんですよ、Twitter とかも、ありがとう、ミクルなんで笑うんすか、なんで笑うんすか。いい感じに仕上がってきてる。テル君めっちゃイケイケだったよな。もうペラさん意外とよく喋るんですね。でもいい感じ。こう YouTube してなかったら SNS 嫌ですもん。あ、そうですね、それはそうです。なんでなんですかね。無理してやんなくてもいいじゃないですか。確かに。いやいや、それがね、このご時世でやらんとね、あかんのですよ。なんでなんでですか。僕もこのいつ死ぬかもう終わらんじゃないですか、うん、この業界でね、うん、ちょっとでも頑張ってね、名前を売りたいんですよ。じゃあ頑張れ。じゃあ、そうそう、じゃあ頑張る。頑張りましょう。めんどくさい男。めんどくさい。ちょ、そうそうそうなんです、そうなんです。なんか TikTok の1分ドラマみたいなのあるじゃん。あのなんか合コンでめっちゃめんどい男。え、みたいになって。え、なってました僕。これやばいな。空回りしてます。空回りは。はい。え、でもモテないでしょ。いやいやいや、それがモテるんですよ。え、モテなさそうですか。で、それもう結婚して行ってて大丈夫ですか。いや、もうめっちゃモテそうでしょ。言わないよ、そういうの。うん、いや、モテですよ、本音だから。いや、本音で弾くことだから。でも、トークは上手いから、場は盛り上がります、ね。いや、ありがとうございます。でも、ミグル君、ミグル君、でもね、あの、ブレイキングダウン大阪とか持ってきてほしいんですよ。うんうん、あ、大阪大会とかね。大阪大会。いや、大阪は怖くないですか。いや、逮捕されてしまう。違う違う。いや、でもなんかね、難しいよね。なんかそのあんまりいい子すぎても、うん、じゃあなんかやらせなのかとか言ってくるし、やらせてないいや、そうですか。うん、だからそのリアルだからこそそうなってしまうのもあるから、うん、なんかもう難しいよね。いや、そうそう、そこの調整。いや、そうですよね。酔っ払ってますね、皆さん。結構早い段階で。いや、全然酔ってないです。まあ、本当に今全然酔ってない。まだ2割ぐらいです。さきとくんも全然ですか。僕も大丈夫ですね、意外に。意外に大丈夫です。結構真っ白になってきてるもんね、顔が。え、逆に。え、白っすか。めっちゃ白くなってきてる。あ、本当っすか。いや、全然まだ大丈夫ですね。まあ、さきとくん飲んでる。飲んでます。俺たちもみんな飲んだけど。いや、飲んで、あれ飲み干したよ。あ、さきとくんあれっすか。飲まないホストなんですか。いや、飲む。飲まないホストいますよね。ローランドみたいなね。え、ローランド嫌いなんですか。いやいや、全然。いや、あの、それで、ね、それで、ね、ブレイキングダウンで戦わすことしてる。ローランドさんと戦えるなら、つって。ええいや、でも全然。ローランドさんどうなの。ローランドさんは、業界的にはやっぱこう、やっぱ頭一個抜けてるなと思う。別にあんま、かっこよくはないですよね。
しかも同い年これ。かっこよくないですよ。かっこよくないですよね。意外に一回もコラボしたことなくて。へぇ、かっこよくないですよね。お互い認知絶対してるみたいな。そうですよね。それとそうだと思うんですね。でも、そのなんだろう、彼の凄さは、うん、現役での売り上げってそんな爆発的になかったんですよ。あのキャラクターでやっぱキャラクターを作り上げたっていうのがおもろいよね。面白いですよ。ワードセンスがワードセンスめっちゃいい。ザボザボと一回一回見たことある。どうしたの？小学生みたいな雑じゃない？雑なんすよ。雑すぎる。雑なんすよ。すよ小学生だよ。全然乗らない。こっからだよな。まだまだどうやって広げる？全然エンジンかかってる。無理やりになる。さんの、はい、その YouTube 一回見たときに、はい、マジおもろいのが、うん、おもろかったのがなんか吉野家かそのなんか好きやのなんか忘れたけど初めて行きますみたいな。え、まあ、俺は人生初めて食べる。この庶民の味みたいな。絶対嘘やんと。めっちゃおもろいです。設定が。でなんかちゃんと言ってなんかそのなんか感想言うんだよ。ああなんか肉がとか。天才ですよね。面白いですよね。で昔それこそ、うん、で出始めた時は、うん、なんか貧乏だった時の生活、うん、貧乏だった時の話みたいなのよくしてたんで、うん、最近だと一切しないじゃないですか、うん、その徹底ぶりとかもすごいですよね、うん、キャラの、はい、貧乏の時絶対言ってるよ、はい、貧乏だった時でもしかもさ大人になっても美味しいやん。美味しい美味しい。いまだに俺だって頼むとかいや、うん、そうです美味しいっすよね。食べる食べる。てかでもお酒なんて肌荒れないですか。肌荒れ。僕この前ホストしてて肌めっちゃ荒れ。ホストしてて。ワードすぎる。ホストしててワードすぎる。スポンサーしてくれてる人が新生ってホストまで流れ。ホストしてて2日間したんですよ、うん。めっちゃ肌荒れたんですよ。こことこことか。ニキビが出た。ホスト企画をやったんだよ、ね。俺毎日めっちゃテキーラとか飲んだけど何にも変わんない。うん、僕もえマジで。ほんま、夜遅く起きてたからかな。結構3時4時まで起きてたんですよ、うん、肌めっちゃ荒れてストレスだったんだ。えストレスだったんじゃん。しかもあれでしょ、なんかホスト対決でジョリー君と対決みたいなでしょ。あでジョリー君に負けたんですよ。ジョリーのこと嫌い。そのストレスだったよ。ジョリー君と2日間だからテル君が好きなわけないじゃん、うん、本当にこれ好感度確かに本当にそうですね。ほんまですか、うん、え世間にないじゃん。だってキャラ違いますよね。全然違うじゃん。根本的に人間がジョリーのことどう思ってるんですか。えでもアンポルギア寄りですよね。どちらかといえばちょっと悪口聞こえる。テル君は絶対違う人種じゃないですか。あ本当です、うん、確かに。じゃわかんないよ。その好感度気にしてって、はい、そのキャラ設定がうまくいってたら一緒の人種かもしれないけど、本当にそのキャラが。吉田君、僕こんなんですよね。そうですね。だとしたら、はい、嫌いなはずじゃないですか。確かに。いや僕に出す気もない。ごめんなさい。確かにそれで好きって矛盾しちゃいますもんね。矛盾しちゃう。はい確かにどうなん。客観的に見て。すごいな。ジョリー君を客観的に見て。すごいなと思う。じゃあ分かった。ジョリー君とアンポルギアどっちが好き？ぶっちゃけぶっちゃけ。もうちょい飲まないですか？2軒目で話いいですか？そんな持ち越す話じゃないでしょ。そんな軽く言うんだったら分かるけど。わかんな。もうミクルクオッケーって言ったら。なんか大きな話だよ。そんな持ち越す話じゃないでしょ。僕ね、うん、これね、うん、歌めちゃくちゃうまいんよ。ミクルさんが？そう。ミクルさんが？うん。だから。ここ僕めちゃくちゃ音痴なんですよ。この話何も何膨らまないんですけど。決まってるじゃないですか。テル君はそのちょ何々これちょミクル君のこの感じ何マジで声量だけ言ったら玉木浩二の人。いやでも、ね、音楽がどうも音程取れないんですよ。同じやん。全く同じですよ。これねでも。歌うまかったらめっちゃいい楽しいなと人生が楽しくなるっすもん。歌うまかったらそれだけで。80って言ったことないっす。いやわかる。本当にない。80って難しいっす。で難しいよね。難しいっす。えこれごめんなさいね話しゃべって。どうぞどうぞ。え今まで会った人で一番ウォーってなった人誰？ウォーって。ウォーって誰だろう。ウォーって。え？ウォーって。わかっこいいとか綺麗とか。えそうなんかだからこうやって YouTube しだしていろんな人と出会うわけじゃないですか。うん、誰が一番ウォーってなりました？まあ、もう僕一枚もうってなってますけどね。ありがとう。もうえ、今の何なんだろう。これ上しか回収できない。視聴者から同意するそのまま飲みますです。誰かな私。うわこの人かっこいいと思った人は長瀬くん。
わあ、かっこいいね。かっこいい。永瀬くんめちゃくちゃかっこよかったです。大好き。めちゃくちゃかっこよかった。確かに。ハーレーのこと喋るね。全然喋りかけてたんですか。なんかフィギュアスケートのその20年以上前のフィールドリポーターを国分太一さんがやってたんですよ、うん、インタビュー、うん、それで TOKIO のライブに見においでって私当時高校生で行かせてもらった時にバックヤードで永瀬くんがいてめちゃくちゃ好きなんですって言って写真撮ろうよって言ってくれてめちゃくちゃ人柄も最高だったし、なんかよく最近バイクで、はい、どこだっかな、 なんか東京都内走ってるとこ偶然見かけたりしたんですけど、うん、めちゃくちゃかっこよかった。あ、ワイルド系が好きなの。あ、あのブレイキングだと飯田さんが好きらしくて、飯田さんが好きなの。確かに疲れの男が好きなタイプ。あ、めちゃくちゃかっこいい。彼氏いますけど永瀬君から誘われて行きますよね。行かないから。いや行かない、本当に行かない。え、ほんますか。本当本当行かない。プライベートでの姿を知らないわけ。あ、ただテレビに映ってるアイドルとしての姿が好きだったっていう。どうするじゃん、インスタでやってるからわかんないけど、まいちゃん、はい、僕とご飯行きませんか。いや行かない、彼氏連れてく、一緒に。好感度狙いすぎでしょ。いや狙ってもう違う連載してるやん。大切な人だから今もう付き合いしてるわ。傷つけたくない。確かに、まあね、うん、それが一番大事っすね、うん、傷つけたくはないし、路上だからね。路上路上で見つめ合ってますからね。路上でね、キスぐらいしますよね。路上ではしない。路上ではしないっす。外で自分有名なの分かってる。相手はそこにする必要ない。でもさ、なんか好きな人が隣にいて、はい、めっちゃ好き、もう大切な人がいて、はい、目があったらさ、なんかキスして。じゃあ僕今襲われるんかなと思って。僕の目見て感じないすなよ。いやマジの感じない。すなよ。めっちゃ目キラキラして話しかけてる。この野獣がよ。逆にじゃあミクル君とかそんなあるんですか。確かに。このミーハー心みたいな。ミーハー心。じゃあミーハー心、僕はもうめちゃめちゃミーハーなんですよ。逆にミクル君とかミーハー心あるんですか。芸能人に対して。あ、そうそうそう、マジでない。あ、昔からないかも。へえー、じゃあもう 誰見てももう、もう普通みたいな。でも自分が好きな人の時はちょっとおおつめさん。でもミーハーではない、全く。そのおおってなった時、もう普段と違うミクル君出るんですか。このちょっとああみたいな。あ、それは出る。え、ちなみに誰やったんですか。それこそ清木場俊介さんっていう、吉田君とも同じ好きなんだけど、EXILE のその歌一緒の淳さんの相方だからとか、16とかから好きだったっけ。俺ちょっと、地元の居酒屋で言ってた。じゃあ今もし会ったことない人で会えるなら誰に会いたいですか。ええー、質問するな。確かに確かに。割とこう有名になっていろんな人に会ってきたじゃないですか。確かに。もう男女関係ね。その中で、今もしふとパッて現れて会えるなら、マジでいないかも。昔から本当ミーハーじゃなくて、逆にこれちょっと落とすけど、朝倉海ミーハーだったの。ちょっといやいや、朝倉海は結構ミーハーで、なんかその芸能人と会えるからご飯行くとかよく言ってて、俺はむしろ俺が有名だったら多分あっちから来るから、いうタイプ。そんなになんか有名人と会って写真撮りたい人の気持ちはあんま分かんないし、サインとか欲しいっていう人の気持ちが全く分かんないから。でもそれで言うと僕めっちゃいい話聞いたんですよ、うんうん、僕吉田くんが会いたい人とか会いたい人とかにこう合わすじゃないですか、うん、めっちゃ良くないですか。この友達の夢を叶えるみたいな、うん、僕その話優しいですよね、うん、もうその話聞いた瞬間もうなんか僕も地元の友達そうなったもん。男のロマンですよね。なんか地元の仲間連れてみたいな。ほんまそうやんね。男のロマンでありますよね、本当に。そう。もうそれめっちゃ思います。もうあれやん、地元だけじゃなくてもっと広まってるやん、はい、僕たちもそうですけど最近ね、いろんなヒカルちゃんとか MA プロモーションの、あの子もすごいね。俺よりしっかり喋るもん物事。5歳じゃないですか。小学校ですか。そう。あの子でもめっちゃハキハキ喋りますよね。だって僕より語源力ありますもん。語源力確かに可愛いです。語源力初めて聞いたんですよ。語彙力。いやもう最近の女の子はすごいわ。
なんかね、大物女優になったらいいけどね。いや、そうですよね。なんかわかんないけど、僕たちも嬉しい気持ちなのね。そう考えてすごいね。僕ね、昔ね、僕めっちゃ喋ってないですか。めっちゃ喋ってる。だいぶ、いや、僕ね、いや、それで言うと、僕昔学校の先生になりたかったんですよ。最後の先生。え、そう、正解。よっ。よっ。え、それで人の人生に関われる。一回飲みましょうよ。ね、こんななんかね、あの、絡みづらいっていうのは初めてなんですよ。さすがにこれ一回一気で飲ましょう。はい、どうぞ。そんな悪いで。美味しそう。うん。熱っ。いや、飲みや。ちゃんと。いや、飲むんすけど。いや、こうしてもらう。熱いです、めっちゃ。あんなに切ってる人が熱いと。全然熱い。マジ熱いです。初めて見たけど、熱感を。全然アイドリングかかってないですよ。確かに。いつもだってもうテル君の倍ぐらい話してますからね。テル君も今日めちゃめちゃアイドリング もうギア6速入ってますね。完全に横文字アイドリングってみんな言うけど、完全にもうあの6速入ってますね。もう寝そうやん。あと3杯ぐらい行ったら寝るっしょ。寝るね、うん、9時ぐらいに移動したいんで、okay、まだ20分ぐらいなんですけど、まあ、これをとりあえず食べていきましょうよ。いや、いいですね。 YouTuber もね、確かに残すと残すめちゃめちゃいけないんですよ。俺が一回素直にその本当にラーメン屋でやったの残したら大炎上したんだ。渋谷のラーメン屋でなんか渋谷のラーメン屋で、はい、あとなんかその普通に外で模型があって、さすがにサムネ映えするのは大盛りだなと思って大盛り頼みました、うん、そしたらさらになんかその店側もなんかハッスルしちゃってキャンペーン買ってくれたし、野菜マシマシで、マジで麺にたどり着いた時はね、腹パンだったね。え、あれって向こうもマシマシにしてハッスルしてきたんですか。いや、そのやっぱ YouTube 撮影だし、いやそのキャンペーンだったらお客さんも来るじゃない。そういうの多分あって、しかもすごい量よ、もやしとか。へぇ、地獄系だ。しかもお店側さんもなんか多分あれですよね、残すの当たり前で出してるのに。そう、見栄えで出してるのに。地獄系とかってやっぱ暗黙のなんかありますよね。そのなんか残したやつがやばいみたいな。人格否定されて、コメントしか7000件ぐらい。ラーメン残すだけで。やばかった。そうなんだ。大変。炎上すると思う。その台湾残す。で、テル君いっぱい食べて。いや、ありがとう。全然。あ、じゃあ僕いっぱいいただいてもいいですか。すいません。すみません、今更なんですけど、いつも見てました。ありがとうございます。今更すぎる。こっからそう見ました。今、こうやってね、エンジン吹かしてるんで、まだスタートしてないです。結構量多いんですよ。いや、そう。うん、おちょこが大きいからね。クソでかい。酔っ払いますね、それ。酔っ払いますよ。え、炎上したことあります？あります、あります。何ですか？むしろ今回も炎上してるかもしれない。え、炎上になるんですか？なんかあんまりその自分のエゴさをしないようにしてるんですよ。でもやっぱ人間だからたまに気になっちゃう時があって、はいはいはい、今回もああまたきっといろんな人に言われてるんだろうなと思ってツイッターでエゴさしたんですよ。そしたらなんか保護ワードみたいなやつに入れられてて、自分の名前検索できないようになってて、そう、多分ニュースとかで一気に検索が上がってきたから、そう、上がってきたから、トレンド、そう、だから自分の名前を検索しても何も出ないようにされてて、炎上っても知名度があるからですよね。嬉しいですね。日本人の中でここ3年間ぐらいで一番炎上してるのってみくるさんだと思うんですよ。でもそうですよね。でも本当に思いますけど、一番好きな好きな格闘家ランキング1位でもあり、嫌いな格闘家ランキング1位でもあるじゃないですか。金持ってて強いって最終的に男が一番求めるところなんで、うん、あ、そうやね。そのなんかみくるさん炎上数多くされてるじゃないですか。その中でなんか何ですか、食らう部分であるんですか。あ、これはさすがにちょっとかっこ悪い炎上したことありますか。あります。なくないですか、かっこ悪い炎上。それで言ったらもうまあラーメン残したぐらいじゃん。ラーメンの俺のその次に出した引き締めの動画の見ました。天才的な。いや、知らないですけど。いや、普通の人は何で7000件コメント来る、うん、アンチコメント来る、うん、普通もうスーツ着て謝罪する。ごめんなさい。謝罪するじゃん。俺は絶対謝りたくなかったんで。俺初めて来たんでもう一回行ったんですよ。で、マジでこれその模型からやり始めて。うん、もしかしたら野菜マシマシで入れてくるかもしれない。だから一番ちっちゃい小豚野郎を頼もうっつって、うん、小豚野郎頼んで、うん、で完食して、お前ら絶対残すのよって言われて、そ
したらもうマジでその高評価に変わって、この多分笑ってるのも多分炎上します、ね、けどもう笑う人が多分僕8割ぐらいと思うんですよ、8割9割とか、でも人気がないと炎上もしないしアンチも湧かないんですよね。ええこと言いますね、確かに自分に言い聞かせてるもしかしたら濃い容器でもさ、なんか彼氏がいないだろうなって思います。いやいやいや、逆に彼氏がいるのは別に普通じゃないですか。いやそうですね、ありますか。どうぞどうぞ、でもとかじゃあなんで嘘ついたんすか。なんかさ、相手がいることだから、あ相手はもうあの一般の方だから、うん、あんまりその人がここにいて一緒に喋るんだったらいいけど、私だけが喋るっていう、あの人だったら逆に言えるじゃん。いや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 、言える側の人の方が言えないじゃん、相手が。確かに確かに確かに、完全に逆です。いやいやいや、あの迷惑かけちゃうから向こうの仕事に。いや著名人の方の一般人って僕なんかあんま信用してない、一般じゃないですよね。著名人のその確かに、その最近言ったら大谷翔平さんが結婚したじゃないですか、一般女性信じれないですよね、絶対一般じゃないですもんね。そっか、はい、どうなんだろうね、でもそれは分かんない。どうなんですかね、分かんない。ユニアでしょ、だからユニアでしょ、だからメトリバーね、一般女性で、一般女性で、あ大谷さんからしたらもうもはや一般女性になるってことですか。ユニアメトリバーはこういう話題振られると嫌ですね。いいんですけど、全然今日はもう振られる覚悟でもう2杯ぐらい飲んできてるんで。むしろみんなそのミーハーな部分ってあるんですか。例えば誰が会いたい人がいるとか。あ僕らあのそれでやっぱあの沢尻エリカ。他のさっきとか、うん、確かに会いたい人っすか。言ったら会えるかもしれない。でもマジっすか、うん、僕はもう決まってますね。競艇選手なんですけど、うん、競艇選手目指したんで。はい、あの峰竜太さんっていう、えっ、知ってます、あ僕はすごい好きですし、あと山崎智也さんっていう選手がいるんですけど、その人はもうめっちゃもうちっちゃい頃から見てるんで、あとやっぱリオネル・メッシですね。あー、ね、はい、僕もそこっすね、やっぱ日本人はいないよ、日本人の性格とか。僕もそれこそこんなんなんかあれですけど、はい、なんかあんまミハー心っていうかあんまないんですよね。なんか、あっても別にそんな感動しないんですよね。むしろ友達になるならとかで考えちゃうんですよ。友達になるなら誰がいいかなみたいな風に考えるんで、なんかあってばってなんとかあんまないですね。永瀬さんでしょ。永瀬かっこよかったですね。永瀬って言ってるよ。永瀬さんめっちゃ分かるんですよ。めっちゃそういうの分かる。僕は今バイクの免許取りてるんですよ、ハーレー乗りたくて、はいはいはい、だからすごいそのハーレー乗ってる芸能人の方 の, その YouTube とか見てるんで、キムタクとかね、そうそう、ああいうのでちょっとおーってなるんですよね。これキムタクにあのコラボオファーしたもん、ね、マジですか。なんかその YouTube あんま伸びてなかったから、さすがにあの大スターじゃん、大スター、さすがにオファーさせてもらったけど余裕で無視だった。あ、でもわってなったのはキムタクさんです。僕オーラがある人っていますよね。でもね、いますよ。新幹線で偶然見かけた舘ひろしさん、めちゃくちゃかっこよかったです。かっこいい芸能人だから、ファイルの人好きだよ。違う、それは違う。どうすか、いや素敵だと思います。素敵だと思いますよ。じゃあ逆にその確かに確かに、はい、会いたい芸能人とかさ、会いたい人ですか。もしかしたら会えるかもしれない。確かに、今までネギラブね。僕18歳ぐらいがテレビないんですよ、家に。今26なんですけど、関係ないですよね。会いたい人、俺誰だろう。はい、じゃあもういいよ。僕も大体会えたかもしれないです。あと言ったら大谷さんぐらいかもしれないです。大谷さんと野球なんで出身。それこそたけるさんに会って、みくるさんに会って、でこの間その中田翔さんに会ったんで、僕も基本的にあんまりよくわかんない人は別に会わなくてもいいって感じなんで、大谷さん会いたいです。大谷さん。それ言ったら俺、サージのエリカって言ってもらったら誰なんじゃん。みんな男言ってたのに。一人だけね。いや、一人だけめっちゃやらしいやん。いいじゃん、全然。いいっすね。全然いいですよ。で、男で言うと、市原隼人さんに会いたいです。おー。かっこいいっすね。はい。その辺かっこいい。でも、いや、似てない、似てない。いや、何も言ってないっす。C って言うならみくるさん誰なんすか。もうほんま C って言うなら、マジでいないかも。なんか会いたいってなんないんですよ。マジでマジで。たくまさんどうなんすか。俺え、僕あの人じゃないの、木村カエルさんでしょ。
あ、木村カエラさんは素敵、めっちゃいいとこ行きますね。バタフライ今まで下手やん、絶対下手やん。今なんで分かるんですか。音程の外し方尋常じゃないっすよ。下手だし歌わないでくれる人や。でも面白いです。でも面白いです。僕せいや君と仲いいんですよ、はい、だから今度はあの、はい、バー行きますって言ってるんですけど、ちょっと行かせてください今度。ぜひぜひ使ってください。でももうそろそろマジで俺ら食わないと、ね、食べましょう食べましょう、いっぱい食べましょう、はい、吉田君とかもうあったっすか全員。そうですね、合わせてもらってますね。あ、素敵やな。吉田が本当かっこいいと思ってた。好きや好きや。吉田君は、はい、その正直全員ほぼ合わせた。1本俺が居酒屋で語って、一人だけね、一人だけ、誰誰誰誰、あと一人だけ合わせる予定が間違ってせいやに合わせてしまった。最低。間違ってせいやに合わせてしまったっていう。吉田君それ聞いてどう思ったんすか。いや羨ましいなと思ったんすけど。いやそうですよね。でも実際なんか緊張するっすよね、なんか。いやそうっすよね。いきなり会いますよ、会いに行きますよで、うん、なかなか行けないなっていう。完全に間違えた人。まあ男で憧れない人いないっすよね、地元の仲間囲ってみたいな。いやほんまそう、ほんまそう、みんなやっぱあるじゃないですか。で羨ましいんですよ、僕地元っていう地元があんまない。誰の話、うん、羨ましいっすよ、地元の友達を大切にできるのは。うんうんうん、僕はもう、長野っすよね。で僕、ソウルで生まれて、で、大阪行って長野行って。何歳で来たの？6歳ぐらいですね、7歳とか。じゃあ、ほぼ日本、ね、ほぼ日本です。でも、その後になんか、オーストラリアも行ったりとか、韓国帰ったりとか、いろいろしたんで、あんまの地元の友達とあんま繋がりないんですよ。なんで地元があるっていうのもらしい。だからその喧嘩自慢とかを見ててめっちゃ羨ましいんですよ。だから喧嘩自慢で俺らの地元に行くぞみたいなやってるの見てて羨ましいなと思って。でも一番喧嘩自慢はここですか。ああ、なるほど。だってあんなの寄せ集めじゃないですか、正直。大阪とか。めっちゃ喧嘩あるじゃん。みんな知らないじゃないですか、もともとは。知らなくて、知らなくてあそこで一気に団結してるから。でもずっと一緒に喧嘩してきたのは。すごい大事ですよ。僕も私も多分そういうのあったら、うん、俺が格闘家やってなかったら2人で見る。いやそうですね、富澤君俺もいるんで、本当にずっと一緒に喧嘩してきたやつらは。だから富澤君別に本当の友達じゃないって。羨ましいですよね、そうやって地元をこう引き連れるのは、うん、なんかあんま本当にないんで僕は、うん、地元どこって言われたらどこか分かんないですよ。でも僕らもめちゃくちゃもう喧嘩してましたよ。一緒に橋の上で。始まったよ。さっきより話してさっきよりもう一個空いてる。もう一個空いてる。聞こえたらね。はい、いやこっからナルトのアレンジャーの今始まりがあるんですよ。ボタン全部開いた時に本当にもう本当にやばいやつだ。まだ全然じゃ半分ぐらいですよね今まだ。そうです。帰る時まだ第2ボタンまで。なんか。ブレイキングダウンに出始めてみんなそのモテ度がどれぐらい変わったのか知りたいです。まあ、ご結婚されてますけど。いやでもそれ出たら元からも出たんであんま変わらないです。なんで笑うの。いやほんまにほんまに真面目な。奥さんは一般の方なんですか。あ、でもあの引退した方なんですね。あ、じゃあ芸能やってた方。あ、はい。写真とかないんですか。いや、え、モテるようになった。大みんなモテるようになってると思います。僕ですか、うん、僕は見てますって僕はもうモテないようにしてます。でも僕はモテなくなりました逆に。なんでですか。そうな、え、モテなくなりましたよ。だって僕だってああいうだってレオぶっ飛ばせなかったっすもんね。でそれもあるかもしれないですし、あとなんかその、うん、やっぱイメージ的に多分、うん、誰かと喧嘩するようなイメージがなかったんだと思うんですよね。でもあんなとこ出るやつはみんな喧嘩好きなんですよ。なんでそういうなんか逆にああいう男のわーってなってるオーディションとかでこう出てる姿見て多分こう多分惹かれたのかわかんないですけど、あんまモテなくなりました逆に。ホスト自体のその一番最初出始めた時の5の時は現役だったんですよ、うん、で現役だった時の売り上げよりもちょっと下がりましたもんね。そうなんや。まあ、だからそういうなんかその男っ気うわみたいな
感じのイメージは多分持たれてなかったと思うんで、なんか結構王子様みたいな。逆にそうです、インスタのフォロワーあるじゃないですか、はい、あれのがなんか昔は女性が多かったんですけど、今男性と女性半々になりました。いいよ、だからありがたいです、だから、うん、だから僕はだからそれが嬉しいんですよね、うん、その女性に向けてたよりもやっぱ男性とこうやっぱ、うん、やっぱそれビジネスにつながるじゃないですか、うん、はい、そのやっぱホストクラブ展開もそうですし、なんかいろいろお店やったりとかする中で、うんうん、やっぱビジネスにつながるのは大事じゃないですか、うん、同性の方が、うん、なんですごいブレイキングダウンにすごい感謝してるんですよ。で僕みくるさんに一回 DM したことあって、うん、はい、ありがとうございますっていうので、うん、なんかいろいろ感謝を感じた時が、まあ もちろんずっと感じてたんですけど、なんか本当に感じた時があって、それがなんか僕がホストクラブを展開するっていう、もうあんまりホスト現役でやったら上がったらもうホストやりたくなかったんですよ、正直。あのホストを継続したくなかったんですけど、うん、まあ、ブレイキングダウンをきっかけに、うん、いやそのホストにこう夢を与えたいし、うん、その男の子たちを構成させてあげたいっていうか、うん、そのどうしようもない男の子が集まるんですよ、ホストクラブにやっぱりなんで、そうだからすごい、それで人がめっちゃ集まったんで、うん、その時にみくるさんにいろいろありがとうございましたみたいな DM ショーだった。ねえ、帰ってきた。まあでも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 僕が一方的に言えたことが言えたことだよ、確かに確かに、今伝えられたし、はい、今伝えられたし、そういうことでしょうね、そう、確かにそう、見てるかもしれないから、確かに確かに、実はいや本当にお腹が実は、はい、なんかビックルさんってもういい意味でなんか、うん、ちょっと近い先輩みたいな感じの雰囲気があるのは俺だけかな、ちょっと近い先輩、いやなんかそのぶらないから、あー確かに確かに、それあるよね、だって俺の年収が時給ぐらいなわけでしょ、僕の年収が時給分ぐらいなわけだから、うん、もっとある、そうだからもっとだから確かになんかそういうのをでもなんか普通な感じで来てるから、ね、ふわっといい、僕正直言ってみくるさんよりカイさんの方がちょっと結構冷たい感じがして、マジでみんな言うよね、あ、言います、みんな言う、いや僕めっちゃいろんな人言ってて、みくるさんこう挨拶してくれてた、うん、でもカイさんはで俺インタビュー1回しかされたことないですからね、カイさんに、4回出てんだよ、俺ブレイキングダウン嫌われてますね、俺が森、あの森って出てるんですか、 あいつみたいなやつは結構嫌いなのかな、カイさんってそうなんですか、実際どうなんですか、俺も正直そのプライベートで会わないから、その格闘技の会場でしか会わないから、え、マジですか、4回出て1回しかインタビューされてない、めっちゃデニ持ってるやん、めっちゃデニ持ってる、挨拶しても全部カイさん、その本当に身近な人が言うには、僕はカイさんの方がなんか絡みやすかったですね、みくるさんより不良なんだ、カイはそのみんなにその優しい、あけどなんかその深い関係だったら俺の方が優しいらしい、あっていうのは言いますね、ああいう感じの方が逆になんかちょっと嬉しくて、なんかそのなんか僕はもうみくるさんとかハイさんって不良上がりでこう来てるみたいなやつがすごい惹かれてたから、だから今でもこの画面の上ではこうやってなんかちょっと世間にとっていいような態度してるけど裏ではみたいなやつの結構惹かれるんですよ、でじゃあ今のみくるさんは惹かれへん、そういう話はしてなくて何の話ですか、え、富澤君の方が悪いって言ってもこれすぐ言うんですよ、みくるさんは優しいですよね、行きましょうか、じゃあ次、はい、行きましょう、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。はい、ということで2軒目来ました、ありがとうございます、ありがとうございます、ここはなんかうどんとかが美味しいんで大丈夫ですか、うどん、うどん、皆さんどうですか、酔い度は、いや全然ね、ベロベロです、はい、あと3軒はいけますね、うわちょっと顔赤くなってきてる、はい、でもいい具合に回ってきました、みきるさんがちょっとあの仕事感でやってるのがすごかったやばい、誰でもそういう感じなんですよ、すいません、プライベートして飲ましてくれることないんで、みくるさんが、でもみくるくんって思ってる以上にフラットっすよね、マジでフラットと思って、いや、ほんまなんか思いますもん、そう、多分動画とプライベートの変わりがあんまない、いや、確かに本当にフラット、なんかみくるの感情の起伏が見えないから、どんな時になんかこうなるのか知りたい、あ、いいっすね、確かに、アルハラってあるじゃないですか、あれ、アルハラ通用しないんで、いくら飲ませてもらっても大丈夫です、いや、この後、撮影会に行きますね、行きますか
さんの時給分くらいしかないですか、練習。僕おごりますよ。じゃあ、店行きますか。俺もだけで、はい、3桁くらいだったら。絶対酔ってるよ。はい、飲みだけあのいつも返事に来てくれるんで。上がってます。はい、まあもう場を盛り上げるならね任せてもらって。おおさすが、さすが当たり前じゃないですか。任せて、世界一を目指す男は当たり前じゃないですか。なんかもう明らかにこのここの株を広げてこっち寄ってポーズができてます。まあ世界一行くもんな。そんなネタじゃないからな、お前さっきから言ってるけど。俺も本気で思ってるからな。この時間を楽しめれば。確かに。楽しめれば。乗れすら回ってる。でも富澤君も酔っ払ってるの初めてだよ。ねえ、いいよね。この5年で本当に3回あるかないか。あんな見てる人がよる。なんか嫌なことあります？ロモリに何かあります？今日は本当は毎日ハッピーなんですよ。毎日ハッピー最高じゃない。ハッピーライフだってもらっていい。タマホーム、みんなからしたらミクルさんっていう人でしょ。俺からしたら朝倉ミクルだから。ああそういうことね。ちょっとポリティカルな問題で王貞治みたいな感じやんな。朝倉ミクルなの遠すぎて呼びたい。確かに。それで最後まで一緒。今日は朝倉未来のままでいいよ今日は。踊るよ今日は。最後言う。すごい面白い人ですね。嫌いじゃんもう。嫌いじゃない。嫌いじゃない。でもどうですか実際。飲めてるわけじゃない。あ飲めてるな。だってそういう存在だった人が数年前は会えないよ。だから今日一緒に飲んでるから。でも一回そのなんか YouTube 撮影させてもらった時にもうこんな感じだったんですよ。お願いします。それ逆によかったな。朝倉未来、朝倉未来酒と違くない、やっぱ酒とは違くない。酔っ払ってないから分からない。俺が酔っ払ってだけだから酔っ払ってないから飲んでる感じはない。酔っ払ってないから飲んでる感じはない。でももしかしたらどうする、超知らんの人だったら。超知らんの人だから いいじゃん。じゃあ誰が止めんの、世界一目指して。一旦世界一目指して。だからあれミクル君的にブレイキングダウン一番強いの誰ですか。もう体重とか関係らしい。一番バウンド4パウンド、バウンド4パウンド。僕のことはもう入れていいんで、僕はもう除外してもらって。はいはいはい。今まで出たことある人の中で、はい、気になるっすよね。気になります。それは俺みたいな。ああ、それはなしで、なしでか。でクラウスさんとかもなしで。あ、海外人なしで。なしで。そのブレイキングダウン、はい、そうです。レギュラーメンバー、ジャパニーズで。意外にないかもしれないけど。あ、やっぱり意外に。じゃあ。ノッコンとリアル喧嘩で勝てるっすか。ガチのリアルの喧嘩だったら絶対勝てると思う。まあ、の薄いグローブとか、はいはいはい、俺多分パウンドグローブだったらちょっとどうかなと思うけど。逆にパウンドグローブマジっすか。マジで負ける可能性あるっすか、ノッコン。いやー、分かんないけどあるかも。分かんないけど勝負論あると思う。でもライジングローブみたいなやつだったら絶対俺の方がパンチ当てるから。歯とか鼻とか絶対折るし。ノッコンさんマス上手いですよね。そうなんですか。マス上手いです。え、マジっすか。はい、マス上手いです。普通に圧倒的な体の強さがあるから。僕あんま、まあ、ちょっと分かるんですけど、体重ってやっぱ関係あるんですか。絶対あるでしょ。絶対あるんだ。そうなんや。だってボクシングがあんな細かい階級に分かれてるんですよね。じゃあ僕と富澤君どっち強いですか。それやりたい。究極論ぶっちゃけでも分かんないかも。そのブレイキングやればいいじゃん。分かんないですよ。ちょっとやりたがってるやん。同じ階級にしちゃったら。え、マジですか。じゃあ僕世界一目指せる。72ぐらいでやればいいんだよ。いや無理。いや、そこはやっぱ。でも第一もテル君が強いって言った。テル君1分めっちゃ強いって言った。え、マジで。テル君1分一番強い。だから1分だったら分かんないって言ったっすよ。え、
やった方がいいと思う。やった方がいいんじゃない。マジっすか。てるくん正直ヒロミカさんに負けるまでは僕めっちゃ強いと思って負けちゃうんだみたいな、あーみたいな、あーみたいな頑張ろうこれから。いやあれできる人ってやっぱなかなかいないんで。それで言うとね、あのこう視聴者が求めてるのと自分の格闘技とちょっとテクニックついた自分の違いがすごいやつです、今回。へえ、でも確かに勢いよく行くのを見たいかもしれない。いやそうっすよね、負けてるもね、うん、立ち向かっていくっていう。技術のこと分かんないですからね。ボスが試合見てないでしょ。でもだって言ってくれてましたもんね、バスト。ちょっと待って、解説じゃん。全試合は見ないですね。でも全部そのオッペア最後するの。あ、オッペア最後。あ、でもみくるくん、20試合あるしろ、あの、あそこに時間何試合ですか。だから7試合目までと最後の試合14試合。あ、じゃあ結構いける、結構いけるっすね。だからちょうど解説とかしなかったけど、左でパーンって倒したの見ました。うわぁ、ぶっ飛ばすか、ぶっ飛ばされるかやってるんで。かっこいいじゃん、なんかそれ。でもフリーキングのあの雰囲気すごいですよね。その KO しなくちゃいけないみたいな雰囲気は。だってさ、緊張に関係なんてないから。ヒロピー今なんか勝てばいいみたいななっちゃってる部分すごいあるんで。それがいいよね。だから本当に本当に俺ラムからだと思う。どっちの良さもあるよね。それで言うと、あのブレイキングダウン、僕今回あのヒロさんがダウン取り消しとかなったんですよ。やられてる方めっちゃ恥ずかしかったんですよ。え、そうっす。なんかこうダウンされて、今のダウン取り消しでって言われた時、惨めな気持ち、あれめっちゃ嫌や、実は言うと。で、まあすいません、ね、あのブレイキングダウンの話ももう一の方で結構しちゃったけど結構もう飽きてたの。俺全然視聴者目線で見てるんで、ね、仕事してるから仕事や。仕事だけ第2弾は基本的にプライベートゲームです。山手線ゲームとか横文字禁止とか、そ地形のゲームが始まる。いいっすね、確かに確かに。一回横文字禁止ゲームやりましょうか。横文字禁止って何だ。要するに英語にだから戦うのはダメ。あー、なるほど。でもキリンとかって英語で言うとジラフとかそれはいいですよ、いいですよ。例えばアボカドとかだったら英語でアボカドだったら英語禁止ってこと。英語が禁止だ。なるほど。でも英語使うことってないですもんね。いやでもあるよ。ほんまですか。とりあえずその英語横文字言った人は見つけようで、今から会話をしましょう。はい、オッケーです。いいですか。シャーイゴー。始まりました。横文字禁止。横文字禁止。ありがとうございます。もし言っちゃった人はこれもうカット言ってます。20%何事もなく。カット言ってないんで。好きなやつは変える。一旦乾杯しましょうか。好きなやつは2軒目の自宅で。はい、2軒目お願いします。お疲れ様です。あったかいの。あったかいです。熱いっす。これ熱いの。熱いってました。もう始まってますからね。確かに。あ、もう始まった。みんな気をつけて横文字には。はい。で、これさ、このゲームはあ、あ、ゲームあ、ゲーム、あれだ。飲み物までは OK。 あ、ゲーム、あ、そういうこのゲーム始まると、全然喋れなくなる人がいる。あ、それは本当に出した。確かに。これでも、ミクルさんが飲むと、すごい面白いですね。まあでも、強いんじゃない。弱しちゃいないでも、今日。そうですね。俺、できるよ。頼むよ。できるよ。70杯、まだ信じてない。行くな、今日マジで潰してください。あいつ酒になるともう本当にやってくれよ。本当にマジでこの間一緒のことをカジサックに言われて、ブログログにしたこれ、すごいじゃん。すごい、カニアワ。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ちょ、もうええって、もうわかるよ。もうピースなんよ。言わすだよ、言わすだよ。悪いな。いや楽しいな、今日やっぱ。ええー、な。楽しいですよ。うまっ。楽しい。めっちゃうまい。楽しい。でも、めちゃんこうまいですね。山手線遊びをしましょう。横文字禁止のままね。はい、OK です。OK。はい。はい。遊び慣れてるわ。遊び慣れてるわ、もうこれ。あ、じゃあ動物の名前でいきましょうか。なるほど。え、しりとりってわけじゃないですか。動物の名前言えばじゃあいいです。全然ゲームする。でも、横文字禁止だからね。あ、ゲームって言った。え、やってないじゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。いいですか、まず動物の名前でまだ一回も始まってないから。いきましょう。じゃあ、俺から始まるでいいですか。はい。ミッツで始まるでいい。どっちもあり。おばあさんかい、早く。じゃあ、哺乳類にしません。哺乳類。誰。哺乳類。哺乳類。哺乳類って何。います。
だから要するに卵とかじゃなくてその物体でそのまま生まれるやつ、はい、人間とか。あーあいいっすね、いいっすね。せーの、はい、犬、あー猫、あー、はい、猿、あー犬が魚魚類、いやいや違う、あのあれあれ魚類、あれって言うとしたの、魚って言ったんですけど、あれって言うと魚くんってこと。魚くんは確かに哺乳類だわ。違う俺は寄ってるわ、これ俺めっちゃ寄ってるわ。これ寄ってるんやわ。でも次全然出てこなかったんです。俺あれ言おうとしたもん。なんかね、鹿鹿鹿って言おうとしてたのに、鹿って横文字じゃないんですか。鹿は先に横文字じゃないんですか。あ、そうなんですか。鹿って言おうとしたのに魚は大丈夫だけどね。じゃあセーフ。はい、はい、セーフ。セーフ。うまいよ、全然食べてない。あれが夜中だった。じゃ今日はさ、なんか出る幕がないんだ。え、いつもそんな喋んない。これずれてるんだ、横文字禁止が始まった途端に。喋れなくなる。違う。逆にあの、司会者までしかいない。え、じゃあ次は、横文字禁止で、じゃあ何にしよう。横文字禁止ですか。で、おい、絶対持てないよね。今のはもマジで合う。今の。合うね。一緒に飲みたかったの。モスターテル君がモテるみたいな。信じてます。全然モテないでしょ。え、ちょっと話ちょっとだけ戻るんですが。え、ミクル君が格闘家になってるのに何なってるんですか。何？格闘家じゃない。いや、そんなん誰でもわかるじゃん。絶対うまいと思う。このつけ、これうまいですね。あー、うまいただきます。そういう話で。この気じゃないでしょ、絶対。何、なんか、格闘技だったらいい。夢をやったんすか。絶対経営者だもん。あー、正直経営者だもん。あー、そういうことですね。実際、金儲けしようと思って格闘技だったんすか。ちゃんと喋ってる。ちょっと格闘技やったら強くなりすぎちゃった人が。あ、いやいや、ちょっとじゃないと思いますよ。努力してると思いますよ。あ、まあ努力はしてるでしょうね。来週の、食べるのあるじゃないですか。はい、試合前に食べるのあるじゃないですか。公式の。あ、はい、で、俺は世界一強いっていうよりは世界一金を稼ぐ男になりたいって言ってた。言ってた。最初から無理じゃないですか。確かに金を稼ぎたいっていうのがずっと本編にあったんですよ。金よりもそもそも一番にあったのは自由を求めるものです。自由になるには金を稼ぐ必要がある。自由はもう人間のテーマですよね。あ、テーマはいよー、はいよー、テーマいただきました。危ねえ危ねえ、それ以上喋らせてモード変えちゃった。モード変えちゃった。出したらいいよ。何が変えちゃった。富澤さんは歴すごい短いんですよね。いやいや、今で5年目ぐらいです。え、長いよ。え、5年も経ってないですよ。3年とか3年。それってすごい短いんじゃないですか。はい、ああ、見てあげて。飲みたい。どうぞ。全然お酒が足りなくて。お疲れ様です。はい、飲みました。こんなもんなのかなっていう。あれ前が全然司会してくれるよ。司会してるんだけど。面白い。こっち3人が熱くしてくれて。黙ったです、僕たち。それまで。次のお題を。じゃ、喋ろうとすると誰かが掃除を持ってるの。だからそこで切られるっていう。だからだって短いでしょっていう話でしょ。リッド今日さ、ミクさんにさ、勝つって言ってたぞ。じゃあ俺ね、マジちょっとミクさんちょっと苦手とこあって。何どういうところ。酔っ払ってても敬語使ってくるの。ちょっと時間が経っても敬語使ってくるの。でもそういう意味では確かに、なんか不良の方で敬語使う方って珍しくない。あ、そうなんですか。そうですよ。え、でも逆に多ないですか。テレ君の飲んでるよ。テレ君の水飲んでるよ。お前ねえ、俺ミクさんってまだなんか敬語使ってやってるのかな。壁を感じるっすか。壁を作ってる相手。そもそも俺そんなに心開かないから。だからその壁じゃなかったら多分中学の頃の友達と一緒に寝て。確かに簡単に誰とも仲良くなってたら。確かにおじさんのアンパンが出してる。腹すごい。腹すごい。腹すごいっすね。あれ解放してるやん。完全解放してるやん。酒飲んでいいっすか。俺を出してくれるんですか。黒解放してるやん。いい色してるっすね。いい色。腹黒い。目のやり場に困ってる。腹黒い。ちょっと目のやり場に困ってる。目のやり場にね。え、じゃあ、もう。いや、マジでね。逆にありがたいですよね。だいぶ酔っ払っちゃってるから、みんなが。そう、ミクルさん、カメコさん、英語使うの。これがちょっとやばい。でも、テル君がこんなに飲んでるの久々に見たっすよ。出会った時ぐらい。テル君、ちょっと丸くなりました。でも、最初だけ飲むんですよ。
目3回目誘ったら飲まなくなる。急に消えるタイプ。大人になればなるほど他の人に腹の底見せなくなりますよね。でも腹を割りながら自分割らんとダメですもんね。いやほんまそう、ほんまそう。テル君も飲んだ方がいいっすよ。お前やめろこの話。日本で感じちゃって5段飛びまくる。本当に綺麗ですね。真面目。自分に厳しい。そうなんよ、そこなんよ。いやでもいいな。醤油で回してもらって。あいよ。まあ九百円しかりですけど、ちゃんとお醤油お醤油なんで。本当の話で本当の話っていうか。なんて言ったの？その話終わったのに言いたい。九百円って日本語ですよね。横文字で何言ったか聞こえない。九百円しかりで。ちゃんと不良やった人って真面目な人が多いです、多くないですかっていう。ちゃんと真面目だからちゃんと不良やらないといけない。体育会系で育ってるんですよ、不良の方が。いやでも本当そうだと思って、口の利き方でやっぱ常識とかって先輩に教わるじゃないですか。上下関係がしっかりしてるんだ。でも僕は不良大嫌いなんですけど、不良の人ってすごい揉め事大好きじゃないですか。はい。でも、あいつってあいつで、もう傘目ん玉で刺されたりしてましたからね、先輩に。傘を目ん玉で刺される。傘の刺される。あれ見た時に、なんかもう鳥肌立っちゃって、こんなことするんだみたいな。なんで目があるんですか？いや、よかったです、目があって。刺された直後は、なんかもう目全く開かないで、ずっと眼帯しながら学校来るんだ。いや、よく目あったなと思って。簡単にして、僕もそれやって思ったら、あ、それしないんだろうって思ったよね。いや、でもあれは怖かったよ、本当に怖かった。めっちゃ嬉しそうや。いや、本当に嬉しくないっすよ。僕もやばいと思って。僕も一番喜んだ。何の怖いことなかったの俺。やっぱテキ君飲んだ方がいいんじゃないですか。もうこんな飲めるといいんだから。みくるさんと同い年ですよね。みくるさんの方が飲んでました。いや、俺が飲んでるよ。え、じゃあっすよ。みくるくんの中で格闘技誰が一番強いですか、日本人で。みくるくんの中で総合で。もう、なんていうんですかね、格闘技にとってやっぱ自分が一番強いマインドじゃないですか。それでも認める人っていてるんですか。森口教授とかになるから。ああ。てか僕からしたら、みくるさんが一般社会に馴染もうとしてるだけですごいと思ってだって不良の人なんだよ、おじいちゃんじゃない。俺のおじいちゃん。だって分かるっしょ。分かるよ。ブレーキメンバー出てたやつもさ、不良なんだからさ、一般社会にさ、飛び込もうとしてるだけでさ、辛いんだよ。確かに。みくるさんとか、カイさんってさ、もともとはさ、カイさんってやばいな、不良じゃないからね。いやでもカイさんってアウトサイダーの時ちょっと俺挨拶したのか。それがもうさ、まともな世界でやってるだけで。アウトサイダーって横文字じゃないの。横文字ボケるから。吉田君のことがすごい好きらしくて。飲んでいいですか。飲みな。みくるさんがいない時に多分話してるんですけど、最初吉田君とやりたくてオーディションに来たんですよ。かっこいいからっていう理由で。ステークスコストは終わりますよ。強いからね、練習全くしないから。確かにそうですよね。ミクルさん、この間の僕の試合見てどう思いました。やっぱ雑魚だなって思いました。強くなってきてるなと思って。強くはちょっと練習してるなと思って。正直僕、ミクルさんじゃないんですよ。朝倉ミクルなの。言ってることは分かるんです。僕、絶対写真撮ってくださいって言わないんですよ。なんで？みくるさん写真撮ってくださいって言ったことないですよ。なんでですか？今朝倉みくるだから。こんな簡単に近づけないところだから。どうですか、今日一緒に飲んで。確かに。正直この際、ぶっちゃけましょうよ。俺、これからどうしたいんですかって話をしたいです。いい空間、それとも皆さんの
か皆さんが。あ、いいっすね。ランキングなんでって、確かに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 。いや、いいね、いいね。一回横文字禁止やめて。やめて、これからどうしたいですかって話をして。確かに。そういうのもいいよね。でも、もう今から言いたいんですけど、どうですか。じゃあ、僕は今から言いたいけど、どうせパイタグラにしてほしい。あー、タバコ吸いでんの。うまい。あ、タバコ吸う。それ、やめて。タバコ吸うんですけど、僕、あの、名誉の人がいるときは吸わない。持ってこも。だから俺の方が多分体は好きやと思う。別に競ってないから競ってないし競ってないし。一回じゃあみんなで乾杯しようよ。はい、集まったんで。今日も楽しい会ありがとうございます。イエーイ。お疲れ様です。今日はすごいですね。お話いっぱいしたよ。え、で、どうなんすか。もう5年後今後わかんない。私の結婚なの、はい、どうなんだろう。その村元見せてもらって、ね、大丈夫ですか。どうなんだろう。朝やホームサービスあるんですか。朝や そこでまず指輪かけるんですね。今喋ろうとしたらすごい胸元相手見つけた目の前にいたから自分は上げないといけないなってすごい消したわけ。今でもね、結婚を幸せとなんかあんま思えないんですね、僕は。俺も思いますよ。結婚、なんかその、どうなんですか、結婚ってなんかその覚悟じゃないですか。お互いの、ね、結婚イコール覚悟でしかないから。腹決めないと無理っすよ。はい、ちょっと。でいいかなって思っちゃう。ああ、めっちゃ分かります。めっちゃ分かります。縛り合う必要あるんかな。じゃあ、こう60歳になった時、一人で、こう60、70歳になった時、一人もう大丈夫ですか。いや俺も60とか70まで平穏な生活が続かないと思ってます。その様々この世界情勢。だからそんなに、のんきの、おい。いろいろ開けてるよ。ズボンも開いてるよ。ズボンめっちゃ50% ぐらい。ズボンこんな開けてる人初めて。今信号無視始めました。これどうなんですか。これでセクハラに該当しましたね。セクハラじゃないと思うけど。いや、ようやく信号無視してるんで。カイさんとめっちゃ仲いいんですよ。どうですか。いや別に仲いいっていうか、カイさん正直気強すぎますよね。あ、そうなんだ。いや、もう俺には絶対差別的なこと言ったから。あ、やばい、そこの兄弟関係が。そもそもプライベートの朝にはない。まあ、誰でも通ってない。一回も二人で食事とか行ったことないし。逆に、あの、お姉ちゃんがいてるんですけど、男兄弟ってどうなんですか。絶対仲良くなるもんなんですか。超嬉しいよね。仲いいか悪いかさ、よくも悪くもないけど。僕も兄貴いるんです。兄貴いて、兄貴とご飯行くから嬉しいっす。こいつの兄貴はもうやばいっす。カイは俺のことめっちゃ好きだった。いや、多分僕も弟いるんです。僕も弟いる。リキの弟は大好きだよね。僕の方が大好きなんで、本当にそれで一緒で、弟はこの開けてるの見てて。いやでも一緒に飲み行ってます。本当に見て、あの僕のせいでいじめられたし。え、マジで。逆に俺の場合は、俺がさ、豊橋で不良すぎて、海が不良に行こうと思ったら行けなかった。俺の弟に言ったらがありすぎて、逆に不良の弟に手出したらえらい目に遭う。お兄ちゃんが桜見てるっていうのがやばいっていうかな。ワードがいいよね。やべえ。俺のフリートークに全くついていけない。どうしよう。マジでどうしよう。俺のままでトップ取ってほしい。俺の一般何本サムネ決まってるよ。サム
目が一般願望なので。逆にどうなんですか、なんか姉妹で。姉妹はもう一週間ほんと絶対一緒みたいな。まあ、女の子はやっぱそうですよね。ほぼ一緒。ほぼ兄弟が一緒。でもなんかそれって多分なんか文化の違いだと思いますよね。女子と男子。あ、違う違う、文化、その日本の人ってなんかあんまこう兄弟でこんな密にならない。マジで？え、そうなん？僕韓国じゃないですか。韓国人はめっちゃ家族とかすごい大事なんで、弟との二人の時間すごい大事なんですよ。親に敬語使う？あ、敬語です敬語です。まあ、ただその、タメ口交じりの敬語とかありますけど、それとかもなんかその、すごいよ。え、なんなら、お兄ちゃんに対して敬語とか、兄弟感で。バトンを出して、みんなの場所見て。酒は任せてください。今ね、売り切れなんです。どうだか、売り切れ、はい、まあ、さっきはレオとね、やるもんね。何レオとね。レオとやんない。あいつは〇なきゃダメっすよ。あいつは。この手でやんなきゃいけないですね。はい、あ、じゃあ、だってそれはそうじゃないですか。この手でやんないと。まあ、いくらエンタメ枠だとはいえ、やっぱそこのね、男のなんか人情は、人情ってそう、それを言ってほしい。それで言ってほしい、俺は。まだまだこれからだね。これからだね。全然よくない。ゼロ。いただきます。本当にマジでボケてる人って自分のことボケてないで。あ、入ってる入ってる入ってる。全部入ってる。今後の店舗どうですかっていう話をします。あ、確かにみんなに今後のね。確かに。俺さっき話したから。え、いえ、何何。じゃあ僕からです。世界一。あ、世界一世界一。じゃあ今まで話が。続いてる程度、今後世界一。世界一なんて、世界一とは何？ベルト持った仕掛け興味ないですよ。もうずっとそうなんですけど、ベルト持ったところでは話が出てるわけじゃないただ、今の状態なら世界一になった時に全ての人が見返してくれるかなっていうのがあるから、だから生まれて初めて、あ、世界で一番強くなろうと思ってるわけです本当に。で、そっちの方がなんか、まあ、今言ったら結構ブレイキングなら風上悪いじゃないですか。それはお前のせいだろ。え、普通に考えるとそうじゃないですか。だって生徒派で言ってんのが大地と、大地とあと飯田さん、飯田さんとなんか最近出てきたあのさ、なんだっけ、小原みたいな名前。飯原ね。あ、飯原っす。飯原。小原でしょ。で、そこに関してお前がなんかあんな浜じゃなくて、出ましたんだから。出ましたんだからね。俺だって言っちゃって、俺大地普通に勝っちゃうと思ってた。僕が恥ずかしい勝ったぐらいの鉄髪になっちゃって一番ショック受けたんでしょ。まあ、まあ、試合してないですよね。試合決まったもんじゃない。絶対言ってるんですよ、試合見てないけどとか言ってネックレスすぎたのも知らないし。ネシって。俺あんな簡単、俺あんなやられちゃうと思わなかったんですよ。やらなきゃねえんだ素人だもん。全然やらなきゃねえから友達が一番ショックだったもん。お前ダウン食らって、全然話聞いてダウン食らって、なんかちょっと僕本当に勝てると思っちゃって、一番悲しかったね。その俺がなんか、あんなの負けじゃねえ。おお、もっと言ってやれよ。お前300万ぐらい見るぞ。乾杯しましょう。みんな。お疲れ様です。いいな。よし。おつねはやばいな。びっくりしたんだけど。先生確かにびっくりした。そのそもそも少ないのにそれだけ登れみたいな、そういうのあるんだって。まあでもそれはしょうがないですけど。だから私もともとブレイキングダウンめちゃくちゃ見てた。画面の中の人たちだから皆さん。マジかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。飯田さんとかかっこいいよね。だからもうめちゃくちゃ楽しみなの私としては。だから1回目の時に会った人たちの次の試合めちゃくちゃ楽しみだし、2回目の人たちもそう。だから今日みんなと会ったらもう次みんなが勝つ姿めっちゃ見たいなって思って、だから早く試合してほしいなと思って。
勝ちます。絶対勝つ。なんか俺が虎之介とかにさ、虎之介とかにさ、2回膝で勝ったからってさ、なんかライジングでさ、また負けてるやつがちょっとさ、マシになんなくない？トランドマジぶっ飛ばしてるさ。もっと笑って。いやでも次ももう多分これがね、あの放送されたらみんなに勝ってくれる。じゃあいつか勝ってくれる。ジャカジャカしてた。勝ちたいけど俺弱いかも。でもミクさん、僕あいつが強くなって例えばプロの格闘技とかに行ったら面白いなと思うんですよ。強くなれ。 JTP 行こうかな。行けよマジで。何がダメですかね。普通に弱いですかね。不良がちゃんと格闘技やる姿が一番かっこいい。打たれ弱いよね、ちょっと。あるかもしれないですね。打たれ弱い人って見えてないから。もう本当にそれ考えたんですよ。365年やっちゃって300日くらい記憶ないんですよ。そう。初めて聞いたわ。何してんの。酒飲む人生。初めて聞いた。一回飲みましょうか。次前飲まなくてびっくりしちゃうよね。え、ちょっと言えないです。3軒目で話したい。3軒目で。3軒目で話したい。3軒目はないけど。てりくん、え、飲まないです。飲めて。俺飲みましょう。いや、お酒ってね、自分のペースで飲んでいいよね。こっから任せてください。そうそうそう。長いんで。いやいや、こっから任せてください。もう、3次回でも4次回でもいくらでも行きますか。長くないですよ、むしろ。あと10分ぐらい。あと10分で終わりなんで。寂しいっすね。悲しいっすよ。え、この後、もうなしっすか。さすがにさすがに。わけのわからん話して終わったっすよ。ダメっすか、これ。ワンチャンこっちの回、ボスの話だよ。マジで。あんま開けてんの。お前のせいやんけ。今まではシロだけ言って、1段目、2段目、両方全部やばいやばい、そうっすね。今回、1本ここもちょっと使われるけど、取れよ。俺じゃねえ。俺じゃねえ。すぐ閉めてんの。俺みたいに。マジシャンみたいにすぐ閉めてんの。結構今日楽しみにした。閉めるの早いぞ、あいつ。確かに、ここのが見せ場あったかもね。マジであったし、あったし。マジワンチャンさんと思って、今日適当に持ってきたよ。ちょっと待って、何のワンチャン狙ってるの。え、その撮影以外の飲み行けると思う。撮影以外の飲み行けたら出ないんだけど、女の子にワンチャンあると思ってない人と一緒に今つまんなくない。確かに。申し訳ないけど。あ、確かに確かに。ないじゃん、分かるわけじゃん。確かにない。ないわけない。いやいや、分からんぞ、分かるよ。あ、いや、これ。結婚。愛を誓い合って、だから言ったら、さきとくんのみは今から連れてくる。いや、僕の。やっぱ結婚。確かにミクルさんに行こう言われたら行くんですよ。そんな確かに僕も行きますよ。で、あの結婚して女の子に行くよ。女の子に行くよ。なんか今日それタブーにしてくれって言われたんですけど、タブーじゃないんですよ。何でもありやろ。ぶっちゃけじゃあ本当に聞くけど、彼はもうこれカットしなしで。女の子は別に好き。女の子は好きです。使います。井上お疲れ。